はい、皆さんこんばんは。こんばんは。このチャンネルはミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらのんびりと配信を行っております。ゲーム好きな人もそうでない人も気軽に集まれる場所になればと思っておりますので、ぜひチャンネル登録とチャットコメントをお気軽にしていただけたら嬉しいです。はい、では皆さん改めまして、たくさん、肉まんさん、しんそうさん、ぽんさん、マンダムさん、つれさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。急にごめんなさい、あの URL 変更しちゃって、うんうんちょっとね、あのパラララってなっちゃったから一回消した取り直しました。でね、ちょっと最初に配信する前に今日の経緯をお話しいたします、はい、うん、いやー大変でした。大変やったね。もう昨日さ夜遅くまで大変でしたよ。ね、まず昨日の話からしようか。まずね、終わってからね、まずそう、昨日終わってから、配信終わってから、ちなみに言うとね、 BGM のバランスっていうのを実はちょっと変えてたんですよ。でその確認をしようと思って、うん、配信終わった後に配信の確認をしたら、あれ音がずれてるぞ、うん、なんかダブってるぞってなっちゃって、うん、であなんでだろうと思って見直したら、まあそりゃそうだよね。あーごめんなさい、あごめん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 変なことしちゃった。ちょっとね、やばいぞってなっちゃって、そりゃそうなるよねっていうようなことが起きてて、でそれをね修正し直したんですよ。でそれをやってる最中に、あれこれセーブできてねっていう話になっちゃって、うん、あれってなっちゃってね、ビビったよねあれね。ビビったっていうかさ、あれ、うん、こんなだったっけって、そのスーパーファミコン、ファミコンがね、こんなもろいのって思って、そう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 、ちょっと変なとこ、うん、いじっちゃった今ちょっとね若干焦って、ちょっと落ち着いていい？前落ち着いてないの？いやちょっと一回落ち着いて、配信毎回緊張するんだよねちょっと一回落ち着きますね。そうでね、テープできてないってなって、うん、でそもそもその時はリセットボタンを押しただけでもうデータが飛んでたんですよ。だから今日のね朝からホームセンター行ってドライバーと電池買って、うん、開封して、うん、電池交換してでしたら、電源を切らなければテープが生きてるっていう状態にまで復旧しました。うん、よかったよかったただ電源を切ったらデータが飛ぶんで電源切れないっていう、ね、いや私さ初めて知ったんだよ、このスーパーファミコンのこのソフトに、うん、電池が入ってることを、はいはい、初めて知った今日。あとね、ファミコン後期、うん、ファミコンの最後らへん、うん、中間あたりかな、最後らへんからファミコンまではカセットの中に電池が入ってるアシスタントは気楽そうで何よりってそうだね、で最近よくスー君の後ろで、ね、ガンダムごっこしてる、ね、ガンダムごっこ、こいつ動くぞってずっと言ってるからねあ、冒険の書が消える音だ、ディド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 デンドン、怖いねそれ、恐ろしいんでしょ、本当恐ろしい、もうトラウマ級でさ。だからこの今日やる、まあ、今日というか昨日からやってるライブアライブは先にネタバレします、うん、もうネタバレすると、はい、クリアするまで終われませんわちょっとそれは時間がかかるぞうんうん、ファミコ、発光ダイオードつけたファミコンソフトだけ出ただけですげーって時代もあったんだよね。そう、だってさ、ゲームボーイの画面が光るだけで感動してたからね。何ゲームボーイの
画面がゲームボーイライトっていうのがあってさ、カラーじゃなくて、カラーじゃなくてその前にライトっていうのが出てて、そんなあった、うん、画面自体が光る、あの今の液晶みたいな感じ、あの携帯スマホみたいな感じで、うん、そもそもバックライトがついてるっていう画面にっていうだけですっげえ騒いだからね。そうね、そう、ピンチでは終わらん、終わらん、終わらん。で、先にネタバレすると、このライブアライブは7シナリオあります。で、7シナリオ、終わると、うん、実は別の8個目のシナリオが出るんですよね、うん、あーね、うん、私も親にバレないように次の朝まで電源切らずにやったことありますって。あー、やってた俺も俺もやってた、それ子供の時に。そう、電源を切らずに、切ったらやっぱもうアウトなんだ。あ、完全にアウトかどうかっていうのは その、それにもよるんだけど、ね、ゲームボーイとかさ、電源切らずにさ、うんうん、飛んじゃう時あるから、やってたことはあったね、僕も。シャーくらいはっちゃけてよってシャーってはっちゃけてはないけどあ、で、その8個目が出てくるんですよ。で、その8個目をクリアすると9個目が出てくるんですよ、うん、それで完結なんだけど、うん、クリアデータを重ねてセーブしていくことができないので、できないね。ので、7個のシナリオをクリアするので、このライブアライブは終わりになるかなと、なるかなと思います。うん、で、シンソーさんが言ったように、うん、いつかどこかでクリアするまで終われません、しようかな、うん、いつかどこかで、うんうん、なので、まあ、このライブアライブの配信は7シナリオだけ、うん、あと8、9気になる方は、まあ、任天堂さんのバーチャルコンソール、なんだっけ、あ、なんかまあとりあえずスイッチ版とか、うん、あ、スイッチ版ないか、まあとりあえずあるので、うん、あのスーパーファミコン以外でできる方法が、あ、そう、もしね、はい、試していただけたら、うん、あ、アイアイさんこんばん は、今日もありがとうございます。では早速ゲーム画面いきますか。はい、はーい、あー、ゲームボーイ懐かしい、お兄ちゃんがコーラこぼしてましたあ、ね、それもアウトにならんの、そういうのこぼしちゃったらもうおしまいなんじゃないの。あ、どうだろう、あの生きてるもんなの、当たりどころ悪かったらダメなんじゃない。そうよね、そうね、じゃあこの SF 編やっていきますね。あ、うんうんうん、またつけっぱなしにしてって電源切ったうちのボー君ボー君はやばいね。あ、行月まだやってないな、行月ないね。そう、あのアップデートだけした、したアップデートはした。でもさ、ツイッター見る限りさ、うん、インできてるんかな、みんな、みんなできてるのかな、みんなログイン戦争やばそうだからねすごいよ、何百何人待機中ですみたいなさそう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  3DS にホットココアはやばいねでもホットココアってところがいいね、いいねまだちょっとほっこりする焼酎とか、うん、バーボンとかだったらさ、あーってなるけどそうやね、地球に向けて航行中の貨物輸送船ボギトエルゴスム、その中で今新たな生命が生まれつつあった。船内で次々と起こる事件、メカニックのカトゥーンに作られたばかりのロボットも乗乗組員たちと共に巻き込まれていく。よろしいですか今は大丈夫だって、初日は700人待ちとか、うん、あった。あー、今は大丈夫なんだ。今ちょっと落ち着いたんだ。今度でもさ、ツイッターでこうネタバレについてなんかあれだよね、論議されてる。あー、まあそれはね、バージョンアップしたりするといつものことですよ、うん、それは。あ、やっぱそうか。うん、それはいつも。フェイスドック PSQ-05 出航記録、うん、船名ポギトエルゴスム、船首輸送船、目的地地球、貨物一種生命体、一種生命体
あ、一種生命体っていうのを積んでるってこと？乗組員が5人、乗客1、軍部将軍、軍部の将軍が1人乗ってる乗客で、貨物責任者は誰？音合うってないかな、大丈夫かな。由美、あ、田村由美さんだ。田村由美さん、うん、バサラとか、あ、聞いたことあるわ。あ、バサラだっけ、バサラ、漫画でバサラだったと、うん、なんか知ってる。バカラだっけ、わからん、でもそんな感じの字だったよね、確かね。詳細、搭載貨物一種生命体、特徴大型四足歩行、能力不明、生態系不明。すずちゃんに猫カフェは状態異常で動き止める効果。おすずは猫しか見えてない。それはね、合ってるわ。うん、それは合ってるわ。猫しか見てない。つーくんに今年の漢字は何って言われて、うん、猫って言ったもんね。そう、で、言ってあげた。それ毎年じゃん。小ぎ、小ぎとってあくまでも小、え、なんかそういうのあるの？小ネタ的な？小ぎと、小ぎと、口から口が出てくる、後頭部長い黒光りしたあれですね、一種生命体。うん、近いかもしれないね。でもまあそんなんか。小ぎとってなんかあるのかな？初めて聞いた。ね、本性、本生命体に関する地球からの対応。精密な調査の対象に値するいかなる手段を用いても直ちに本部へ護送すべし。何が何でも地球に送り届けろってこと、ね、カタカナがちょっと、ね、カタカナが多いから読めないな。ちょっとすーくんね、僕には読めないな。それはただのおバカだよ、すずちゃん。うるさい、うるさい、うるさい。これ何、寝てんの？ホールドスリープされてんじゃない？地震、あ、始まったね。音ハウってないね、大丈夫だかね、大丈夫だよね。ちょっとそっちで確認してみる。煽ってるかどうか。あ、まあいいや。え？後でもうちょっとしてから確認しようか。はい。よし。完成だ。あれ？こいつ動くぞ。おかしいな。あ、今日の僕ですね。これ。変だな。俺でいいはず。あ、これ今日の僕です。あ、気にならない。 BGM がね、あ、うわ、あ、う、動いた、動いた。いや、ちょっと。あの音がね、あの、なんだろう、ハモるじゃないけどダブってる感じで聞こえてたら教えてください。あれれ、おかしいぞ。本日二度目。ほら、ちゃんと言わないと。え、なになに、こいつ動くぞ。僕の声がわかるかい。僕の名前はカトゥー。なんで、え、カトゥー、カトゥーじゃん、カトゥーじゃん。あ、画面がマザーにかなり似てる。あ、似てる。調べてみたら、コギとエルゴスムで我思う、ゆえに我ありって訳すらしい。へぇ、あ、キクティさん、こんばんは。今日もありがとうございます。だから鬼神なのか、機械の心か。そういうこと？機械が心を持つっていうこと、うん、我思うゆえに我ありって、そういうこと？動いた？スズランさんが。今日初めて動いたかも。そうか、まだ名前がなかったね。そうだな、丸いからポロ、ポロ、いや、犬じゃないしな。
何でもいいよ。悪いけど、いっそのこと逆に、なんだろう、四角、キューブ。あー、キューブ。かわいいじゃん。ね。うん。いい名前が浮かばないな。キューブでいいじゃん。キューブでいいと思うけどな。まあ、歩きながら考えるとするか。オッケー。名前がまだないのか、じゃあ。おお。こっち、どっち？おお、迷路だな。これからお前をこの船の一員として登録するからね。出ないと船内を自由に歩けないんだ。ああ、なるほど。この時期動かないとすぐ太るよって。わかっとるわ。バトルは。あって、ああ、ごめんなさい。ごめんなさい。さてと。あ、そうだ。おはようございます。ペティーセ。ご機嫌。ご用件も。ご用件も。全然読め。全然読めてない。おはよう。乗員登録を頼む。かしこまり。かしこまりました。かしこまりかしこ。読んで、カタカナ読めない。乗員登録、新規。種別。ああ、読めん、ごめん。飛ばしちゃった。作業機械だったな。ネーム？ネーム？キューブでいいじゃんね。誰か私って言いそうだけど。登録中。あ、よく登録中って読めたね。そう、読めんかった。読めんかった。これで部屋に出入りできるようになったよ。自分の名前は忘れちゃダメだよ。エリーさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。個人の部屋は一つずつ安全管理を行っているんだけど、もし入れるようになった時はドアの前で名前の入力を求められるからね。部屋の出入りは困った時はとりあえず、うん、ドアに向かって左のパネルを調べてごらん。うん、あ、オッケー。僕は機械だからね、優秀ですよ。今度は自分でついてくるんだ。このフロアのどこかに僕がいるから探してごらん。ディオンさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。じゃあ探してみるか。ん、このフロアのどこかにいるって。何が？カトゥーが。あ、カトゥーいた。見つけた。これから僕の仲間たちを紹介するよ。このドアの向こうはコールドスリープルーム。うん、宇宙で長い旅の途中にここで冷凍睡眠に入るんだ。そこでお前に頼みがある。眠ってるみんなを起こしてほしい。オッケー。なんかこの人誰だろう。ネームプレート、パーク、パイロット、オス。わー、いいね。起きてー。だっけかな。レイチェル、通信技師。起きてー。何これ、なんでしょう。あれ、一人もう起きてない。誰か起きてる。いたっけ。いや、いない。あ、いた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 、いたいた、確かいたはず。船長補佐リプリーもいるかな。ワクワクって。リプリーって何？わかんない。予備カプセル。何これ、予備カプセル。誰かいるよ。あ、これ人将軍じゃない？乗客って言ってたから。サンキューって。この調子だぞ。その調子か。一人先に目覚めてるやつがいるよ。おはい、皆さん、おはようございます。あれかな、ガンダムでいうとこのハロみたいな感じかな。ああ。
キューブがどういうことなのかな。私はレイチェル、よろしくね。 Nice to meet you, Cube. 俺はキャーク。I like you, ter, madam, never get a war. あれ見て。それじゃあキューブにやつ起こしてもらうか。なんでミル姉さんが出てくるの？だって、Nice to meet you って言ってたの。それ、こっちじゃん。それ、男の人の方じゃん。カーク。そうやって人の枕元を蹴飛ばすのはやめろ。前にも言っただろ。なんだ。めっちゃ暴れすぎでしょ、暴れすぎでしょ。やお、ヒューイ。ちゃんと起きてるか。そいつはタトゥーが作ってたランラバーって。今日はネイティブの配信に来ちゃったの。これネイティブ。あ、これネイティブ。あの、僕あの、ね、留学経験あるからネイティブですよ。そう。うん。あ、ラバーって。あ、タトゥーが作ってたやつ検証したのかい？ね、みんなは聞こえてるこれ。ちょっと聞き取れてんのかな。聞き取れてんのかな。滑舌悪いゆえにね。僕の名前はヒューイだ。将軍か。ダース、五丁将軍じゃなかったの。五丁って何？階級の名前、階級ですね。五丁？五丁。ゴールドスリープから気持ちよく目覚めたなんて聞いたことがないがね。五丁。カトゥーが作ってたロボットが完成したんです。キューブって言うんですよ。ゴッチョ。あ、ちょっと。私はいい。エイリアンでシガニウィーバーが演じた役名。あ、リプリー？リプリー？字幕が楽しみだ。本当だよ。多分ひどいよ、ね。多分ひどいよ。出川の方かと思った。じゃあじゃあこれネイティブネイティブ。ゴッチョはケロロ軍曹で言うとこのギロロ。ギロロ？クールな？クールな？ギロロってあれでしょ。目がピーンってつり上がってる。そう。でマシンガンみたいなの持ってなかったっけ。で夏美ちゃんが好きなんだっけ。が好きなんじゃないっけ。だったっけ。だったっけ。だったっけ。あ、グバンブイさん、はじめまして。こんばんは。いや、難しい読み方だね。すぐに。グバンブイさん。いや、懐かしいよね。懐かしすぎて、このソフトをセーブできないんです。懐かしすぎて。初期のアムロ・レイと同じ階級五丁。え、アムロってそうだったの？あのさ、ハシギは総長だっけ？ハシギ総長。総長だっけ？ね。ロッキーさんこんばんは。ロッキーさんこんばんは。今日もありがとうございます。いつも、この船の中を勝手に歩き回るのか。せいせい、邪魔にならないようしつけてほしいものだな。ミーティングがあるのだろう。私は先に行くよ。えってなんだ、お前の野郎。じゃあ教えてもらおうか、あなたのしつけというやつを。石頭なんだねえ。に気にすんねえ。パークはちょっと軽いね。うん、パークちょっと軽いな。この人なんだっけ、このカトゥーの隣にいる人。あ、僕たちは目覚めるとまずリフレッシュルームでミーティングをやるんだ。キューブもおいで。そのうち分かってくれるよ。あ、ヒューイはちょっとビビリなのかな。君らしいよ、カトゥー。なんかさ、ごめんね、俺の勝手なあれかもしれないけどさ、カトゥーって言われたらバカにされてる気がしない？もし自分が加藤さんだったとして、カトゥーって言われたらさ、もうなんや、喧嘩売りよんのかってなるよね。ならん。わからん、そうな。軍の階級、だいたいケロロ軍曹で覚えれそうなイメージ。
民間人だったが、こいつ動くぞ、うん、からの流れで強制的に軍部に組み込まれたんだって。アムロ、あ、そうそう、アムロさんはそうガンダム動かせたから。あ、それでか。そうそう、お、来た来た。あ、何やってんだろうこの人。父さん技術士官。そうそう、あのガンダムの開発に携わってる人。初、なんかさ、あったよね。そこ覚えてるの？そこのシーンは覚えてる。なんかパーツ、アムロこれを持っていけって言って久々に会ったお父さんがくれたパーツが、うん、マジでゴミ。ゴミマジゴミ。ゴミパーツ。これをガンダムにつけたら強くなるみたいなことを言って渡してきたパーツがマジでゴミ。カトゥーはパックに発音似てるね。カトゥー。カトゥーって言われたら本当にもう喧嘩売るのかってなる。グバンさん。グバンさんがいいかな、うん、一番気になっているゲームなんだ。何？パークさん、今までの中で最も短時間で進んでいます。随分上達しましたね。当たるめよ。お前もやってみっか。何を、え、何やんの。ゲームマシーン。ゲーム、ゲームできる。おお、おおおおおおお、おお。何やってんの俺。マーキュリー。 え、何やればいいの。異世界はスマートフォンとともにの主人公はサトゥー。サトゥー。サトゥー。これ何、これ何やったらいいの。倒すんじゃん。これ倒せばいいの。海中、海中艦なんとか。おー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 おお。あ、それ縦に、お、来た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 。ドファデな FF ですね。ドファデだよ。ドファデ。あー、なるほど。あ、これスーパーノバ。スーパーノバってさ、ペフィロスが使う技じゃない？スーパーノバ。スーパーノバ。あ、あ、やばい。これ、これやばい、これやばい、これやばい。あ、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 やばい、やばい、やばい。やばい。あ、終わった。あ、よかった。ネクストステージ。あー、マジなんだこれ。なにこれ。あ、なんかやだ、かわいいやん。これなに、これなに。お、ミスミスミス。おたまじゃくし。ピンクのウサギじゃないの。え、何が、何が。ピンクのウサギって何。グワンでもクワっても好きに呼んでくれよって。ありがとうございます。ありがとうございます。僕らのこともあの好きに呼んでいただいてね。何、やだこれ、やだ、何、やだ。お、来た来た。何、そのさ、このミニゲームは俺何やってんだろうね。ノバ。おっと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 。ノバって聞いたらさ、うん、私あの CM しか出てこん。あー、あの、なんだっけ。いっぱい聞けて。いっぱい喋れる。あ、そっちね。そっちそっち。なんだっけ。英会話か。英会話だよ。英会話、英会話。この辺かな。斜め、斜めがいいな。斜め攻撃も結構いいかもしれない。あ、なんか掴んできた、掴んできた。でもこれ関係ないんでしょ。これただのゲーム。ただのゲームでしょこれ。これただのゲームでしょ。ミニゲームでしょ多分。あ、そうか。ああ、そうかそうか。そっかそっか、それがピンクのウサギか。いや、ちょっとやっぱ似てるんだわ、おじいとね。だって私もノバって聞いたらそれが浮かんだもん。やっぱり浮かんじゃいました。浮かんじゃったわ。ほら、これでいくぜ。このミニゲームは奥深いんだってよ。あ、そうなの。これミニゲーム奥深いんだ。いや全然さ、なんだろう、普通に、こ
これもクリアあるゲーム。どうだろうね、あるんじゃない、だって途中で終われないもん。でもこのライブアライブってさ、あ、石化した、終わった嘘だろ、下手くそだって。敵の攻撃範囲をよく見てやってみな。あ、なるほど。あ、攻撃範囲を見ると昨日の僕ですね。そうだね、はい、昨日の僕言われましたもん、同じようなこと。これは本だよ、読んでみるか。あ、なんか、あ、なんか愛されてる俺。普通にやったらクリアできないんだって。あ、そうなんだ。うん、やり込み要素多いよねこのライブアライブ。あの、しかもさ、いまだに何か新発見があったりとか、小ネタが隠れてたりとかさ、うんうん、するっていうのをね、あの、見た。へえ。そんな発売もう27周年だよになって、もう小ネタが、そうそう、ファイナンチャラって技のキュ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 インで徐々に速くなる音好き。あー、わかるわかる、キュ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 みたいなね。伝わった？いや、多分ニコマンさんには伝わってる。あー、何にでも興味を示した方がいい、人から教わるのもいいが、まずは自分でやってみることさ。タトゥー、彼に何か特技はないのかい？なんだろう、何があると思う。ないんですが、学習機能がついてるから次第に覚えていきますよ。そうだな、まずコーヒーの入れ方でも教えてみましょうこっちへ来て、 OK。 このミニゲームクリアできたらレベル、ライブはマスターしたと言える。そんな現代編より難しいってことじゃ。現代編、昨日の、シャープ1のね、ライブアライブのシャープ1の現代編見てもらったら分かるけど、あれで相当苦戦してたから、じゃあ無理ってことだよね。さあ、私が中学生くらいの時のゲームなの、うん、これあなたが？これ僕小学校2年生ぐらい。全然じゃねえか嘘言うなよおじい。そう、何にでも興味を示せってやつは名言だね、うん、アンテナを張りなさいってことだよね結構この哲学が多いと思う、ライブアライブ。どれどれ、地味してみよう。に、苦い。まあ、コーヒーは苦くてなんぼですよ。そうだね。うん。でもね、このコーヒーを入れることによって、この部屋に今、コーヒーの匂いが充満したはずだから、うん、それでリフレッシュ効果だと。うん。現代編はいい。いいし、マジか。俺めっちゃ。めっちゃやばかったよね。苦戦してたよ。めっちゃ苦戦してたよね。めっちゃ苦戦してたのに。あ、船長がいる。厳しい人なのに。私に近寄るな。あ、わばばば。ちょっとやめてくれよ。そんな強くする？違って、ロボットに関してはろくな目に遭ってないんでな。でもそれはキューブには関係のないことでしょう。まあ確かにね。あれ、船長。あ、じゃあ1個コールドスリープが空いてたのは船長だったんだ。かな。うん。地球に送る急ぎの書類があってね。みんなどうぞ、調子は特に異常なしです。うめ、え、なんでそこにいるのは。はい、キューブと言います。上で出来上がったのか後で見せてもらう。では簡単で済まないが以上だ。簡単やん。簡単だね。27周年と中学生13歳ぴったりかと思った。おお、でもスー君が小学生。あ、じゃあこれ27周年どころの話じゃないね。じゃないの。あ、違う、私が幼稚園とかじゃないの？あなたが小学生。あれ、俺小2ぐらいで見た覚えがあるんだけど。だって、あ、ごめん、小2じゃねえわ。あ、ねえんだ。あ、小2じゃねえわ。俺何かと勘違いしてる。じゃあ、そうなの？小2じゃない。
もうちょっと年齢低い。うんうんうん。うん、あ、マンナムさんの言ってる年近いわ。あ、そうなん。うん、近い近い。どういうこと？すずちゃん40以下だったのって知ってるやろ。え、これ27周年だっけ？何周年？でもつーくん27周年って言ってなかった？言ってたはず、多分。違ったかな？あの、違ったらコメントで教えてください。あ、1994年発売なんですよ、これ。発売？うん。え、だから今何年？今2021でしょ。だから6年で、うん、21+6 で、あ、27周年で合ってるわ。合ってる合ってる合ってる。27周年だから、あ、でもやっぱ小学校3年生ぐらいか。あ、やっぱそんなぐらい、ね、そんなぐらいか。3年生か4年生ぐらいだね。うん、多分そのぐらい。あ、ベヒーモス貨物、僕らベヒーモスを積んでるんだって。え、マジでベヒーモス積んでんの？この貨物宇宙船の積み荷、エレベーターを使っておいで。メインコンピューターはレベル3、倉庫はレベル1だ。なんて言ってた？え、メインコンピューターに行ってから貨物に行くんだよね。うん、うんうん。そう、ベヒーモスをね、なんか積んでるみたい。あ、3年生で出会えたら儲けもん。あ、そうなんだ。レベル3からいっか。じゃあ、近所のお兄ちゃんがやってたんだよね、うん、これを、うん。で、一緒に見てて、わ、めっちゃ面白そうと思ってやらせてもらってたりした。おー、なんだここ。あー、パイロット室みたいな。え、うん。ぶっつかない方がいいぜ。臆病風がうつっちゅう。あ、その言い方良くない。その言い方良くないよ。はい。船のコクピット。ここで船のすべてを動かす。このメインコンピューターが代わりにやってくれる。私は通信士なのよ。ああ、なるほど。え、何？あら？おかしいわね。どうしかした？親アンテナの調子が悪い。ちょっとコックピットへ来てちょうだい。どうしたんだい？あ、ヒューイか。通信システムの調子がおかしい。なるほど。カークはちょっとイケイケだね。え、カークとレイチェルがあれかな？もしかしてできてんのかな？なんか一緒いるよね。うん、一緒いる。あ、そしてお兄ちゃんのデータに、うわ、あ、いや、それはないな。それはちゃんとね、気を使ってくれてたから。お兄ちゃんが一番下の何個かセーブデータ作れるんだけど、これ、うん、真ん中より下を使ってくれてて、僕連打する癖あったから上の方使わせてくれてた。優しいじゃん。うん、地球からの受信はできるけど、こちらからの送信がうまくいかない。あ、受信できるけど送信できないか。あ、動かせた。保安テナの方は調べました？こっちは大丈夫。この通信システムは日本の渡辺式ウェーブステーション。渡辺式、これね、渡辺っていうのもね、結構出てくんだよね。渡辺、そう、このシナリオごとに渡辺って出てくんだよね。へー。 FF でいうとこのシドみたいな感じ。うん、感じ。当時のスクエアが人間ドラマを盛り込んだ意欲作、うんうんうん、だけどメガヒットに埋もれた隠れた名作。そう、そうなの、ね、この土地にね、ドラクエとかクロノトリガーとか、あの名作が生まれてんだよね。発売されてて、それに隠れたんだ、これ隠れたんだ。そう、隠れたの、この話題性っていうか、あれに。でもさ、ファミコンのこのソフトにしては高かったよね、うん、高い高い、ちょっとお値段がね。あの、中古っていうか、今でも3000円ぐらい、良品だと4000円ぐらいするからね、高いよね。そう、高い。
球からの受信はできるけど、ああなるほどね。ここで報告です、はい、以前論争したチューチューアイス、テレビではチューペットと呼ばれてました、はい、そうなの。いやーマジかー。何、じゃあチューペットなの。チューペットなの。じゃあもうこのチャンネルではあのアイスのことをチューペットと。そう、ポッキンじゃダメなの。ポッキンはダメです。ポッキンはダメ。チューペットとします。あそこまでこだわってねえわできてる人たちがいると聞いててスライディングしちゃうんだあらこのね、右にいる男とその上にいる女の人が怪しいよ。怪しいね。1週間だけ売り上げ1位。じゃあその間に抜かれちゃったか。あーなるほど。じゃあこれでいいのかな。え、ちょっと待って、ここを完璧にぶっ壊れるまで待つってのはどうだ。そんな、そんな通信は一方通行じゃ意味がない。今もうすでに地球とつながらなくなってるんだ。とりあえず急いでこちらの状況を伝えなきゃ。あーめんどくせえ。いっそ外に出て直接調べちまおう。ああなるほど。何、俺が行ってちょちょいっと直してきてやるよ。なんか不穏だね。なんかやだなこういうの。しょうがない、カークと一緒に天外に出てくれるかい。わかりました。天外って宇宙。宇宙、うん、か。それじゃあエアロックへ行って手伝ってくる。あとはコックピットに戻って君のサポートするよ。さか、嘘でしょ。ほーほほーほほほ。これあれやないの。もう少しで地球だからゆいと二人きりになることはないと思ってたのに。あれ？ん？船長？ん？なんだ？さっきのアンテナの件ですが、カークとカトゥーが船外出て直接調べることになりました。ん？わかったよ、よろしく頼む。ん？なんか、なんかおかしくない？船長、寡黙なの？それとも、ね、なんか怪しいね。怪しいよね。うん、具合でも悪いのかしら。そうじゃないんじゃない？え、どういうこと？船長じゃないってどういうこと？え船長じゃない？船長なんかあったんじゃない？でもみんな船長だと思ってんじゃない？そうそうそう。ってことは船長なんじゃないの？これなんだ？メインコンピューターカプセル。責任者が中にいないと入れません。入れません。あ、なるほど。ん？あら、あらら、ちょっと待って、なんか変なとこ入っちゃった。これ何？あ、エレベーター。え、エアロックってどこ？え、初見プレイですよねって。ほぼ初、あ、ほぼ初見プレイです。ほぼほぼ。私も初めて見る。ね、僕はだから全てのシナリオを全部やっクリアしたことはないけど、お兄ちゃんのやつを見ながら見てたって感じ。電源は、ほら船長、宇宙人とかに乗っ取られてしてるんですって。あ、私は これかなってって感じ。新総さんの言ってるようなことが起きてんじゃないかなって。宇宙人に乗っ取られてる説。そうそうだね。だから僕もほぼほぼ初見に近いです。ほぼほぼ初見に近い。これどこだ。あ、間違えた。2に行ってみるか。じゃあ、うんうん、お腹に寄生されて、うんうん、食い破って出てきちゃうんだよ。あれ、それあれやんか、バイオハザード的な精神異常をきたし始めてるってこと。実質初見、実質ね。あれ、これどこに行くの。あれ、あれ、これどこに行くの。エアロックってどこだ。もしかしてあれかな、ここ部屋。
お部屋か。え、もしかして1階に行くのかな。それエイリアン。レベル1に行ってみるか。怖いのは怖いよね。うん、怖いのは怖い、ね、気持ち悪いというか。ああ、そうだね、気持ち悪いに近いの。あ、なんだこれ、これじゃない、ベヒーモスが乗ってんの。入れんの、入れんの、入れんの。あ、入れんの。あ、いたいた。観測データ、体。あ、これだってベヒーモス。あーあー、捕まっちゃってるわ、ベヒーモス。うん、ここ？こっちかな、じゃあ。あ、いた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 。揉めてんじゃん、揉めてんじゃん。なに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 、なになに、何やってんの、何やってんの。やめてくれよ、やめてあげなよ。あれ、ホラーになりそうですか。あれ、あ、観測データ見れるのなんか意味あんのかな。おい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 、乱暴は良くないよ。あ、八つ当たりは良くない。あ、確かに声が聞こえたら。うんうん。軽いジョークをいちいち真に受けやがって。なんだよ、忘れんなよ。レイチェルはお前に愛想をつかしたんだってことを。おっと。あれ、外へ吸い出されないよう気をつけな。え？え？え？え、三角関係ですか？ねえ、なんかそんな感じだよね。おっと？怖いなぁ。状況説明、プリーズ。あ、これヒューイとカークなんかやっちゃうな。やっちゃうね。これやるな。シソさんが盛り上がってきましたな。三角関係と聞いて。寝たら忘れるって。え、来たね。ってことはさ、カークじゃないや。カークとレイチェルが今できてて。ヒューイがまだ未練タラタラってことかな。お、出てった出てった。お、さっきは変なとこ見られてしまったな。人間っておかしいだろ。まあ、このおかしいのがいいんだよ。あ、開いた、開いた。あ、危ない、危ない、危ない。これこの扉開けたら絶対吸い込まれて終わるやで。そういうことか。おお、だからね、職場恋愛はやめろって言ったんだよ。だから言ったんだよ、やめろって。結構ありがちだよね。こんなさ、狭い空間に閉じ込められてる感じだったらさ、やっぱあるんだろうね。そうやね。で、しかも女性一人でしょ。うん。まあ、なんかあるんだろうね。怖っ、この音。うん、レイチェル、こっちは準備いいよ。なんか耳鳴りに似てる、この音。そうだね、ちょっと怖いね。あ、ほんとザザザザってノイズ入ってる、これ。怖いよー。怖いよー。宇宙空間っていうのがなんかな。メンヘラやったら悪魔や。確かに、確かに確かに。こういうところにいる女性とってさ、天使であってほしい。そうね。女王たぬき室ではなくてほしい。あ、ね。願望は、うん、WATANA 渡辺パスワード、カークさん、え、あ、どういうこと、
何？どうしたの？どうしたの？通信が切れた？大変だ。科学さんの生命維持装置がすぐ戻ります。大丈夫ないよ。やばいじゃん。エアロックへ迎えに行く。医務室の準備。はい。エアロックは僕の持ち場だ。あ、科学なら心配ないよ。彼はちょっとそっとで。あなたに何がわかるの？私は行く。めっちゃキレられてんじゃん。ゆい。やば。何があった？とりあえず医務室？エアロックに行くのか。うん。三角関係はワクワクしますよね。くっつかなかった一人が相手を思い続けるのもいいし、うんうん、新たな恋を見つけるのもありめっちゃ楽しんでんじゃん。いや、いいよね。でも確かにね、うん、三角関係はね面白いよね。頭パークさん。あれこれ何？あれあ、待って、医務室もう運ばれてんじゃん。もういいの？もういいっぽいよ。と単独行動はやめていただきたい。医務室ってどこ？2階？俺医務室を教えてもらってないんだけど。探さないかんのじゃん。探さないかんのかね。ここはコールドスリープの部屋だっけ？コールドスリープの部屋。こっちはこの下が医務室。あ、ここ医務室だ。うんうん、アニメやゲームの恋愛模様を見るのは楽しいよね。楽しいよね。これは大変そうですぞ。何でもそうだけどさ、やっぱちょっと恋愛要素はやっぱ入れてほしいんだよね。入れてほしいよね。何でもそうなんだけど、あなた特にそうなんだよね。そう、少しでいいんでしょ。もう少しでもいいから入れてほしい。そうそう、集団行動が大事ですよ、こういう時は。パーク？何？あ、心臓マッサージしてますってこと？これ心臓マッサージしてんの？ってことじゃない？え、かわいいね。あー、ほら、心肺停止。あ、これ。そうやん、まさか。これマジ？頭パーになったんかな？どういうこと？船長はだから怪しいよね。うん。呼んできます。船長。船長？そう、船長に報告しないと。え、どうなるん？どうなるん？これ。あ、パーク。あ、宇宙服？宇宙服に名前が書いてあるってことは、この宇宙服は、忌まわしじゃなくて、うん、うん、決められてたってことか。これはあなたのものですよ、みたいな。パークのってね、うん。生命装置が壊れてる。ずさんな管理もいいとこだな。チェックは万全だった。壊れるなんておかしい。怪しいもんだな。それとも何か、誰かがわざと。あ、ちょ、揺れてる。何？爆発音？やばいよ。あ、店長もすでに頭パーやないか。あー、なるほど。なるほど、なるほど。じゃあ、カークもパーになったんかな。ベスペリアのユーリとエステルくらいのふんわり初恋でも、
アビスのルークとティアの切ない両思いもいい、イチャイチャもか かなんかやばいよ。こんな感じだとさ、周囲が疑われるよ ね。呼んでも出ない、船長を呼んでも出ない。船長の部屋に行こうよ。じゃあこの船はどうなってんの。あ、爆発音。じゃあ私は荷物のよん荷物の様子を見てくる。お前はレイチェルさんのそばにいてあげておくれ。何かあったらコックピットにいるから。コックピットか。コックピット。え、船長の部屋に行った方がいいんじゃない。でも爆発したからね、直さないといけないのか。あー、ちょっと待って、レイチェルどこ行くの。レイチェルどこ行くの。やめてやめてやめて。ダメだよダメだよ。ダメだよダメだよ。どこに行ってんのよ。え、この、あ、カーク動き出したりしないよね。今までの様子と違う。呼吸はしていないようだ。体全体が異常な色に変色している。なんか色がさ、違うなって思ってたけど、うん。患者の体をチェックする。動作チェック。あー、動いてませんよ。おお。一緒やね。なるほど。体が変色している。え、何ミステリー？サスペンスになった、いきなり。ねえ。密室空間での疑心暗鬼状態は大変やばい。やばいと思う。そう、大変やばいですよ。待って、レイチェルどこ行ったの？レイチェルどこ行った？コックピットじゃないってことや。え、どこ行ったのレイチェル。え、違うね。え、どこだろう。え、これ被害者増えていくんかな。え、増えていくんかな。え、殺人事件。これ何。右医療エリア、あー生活エリア、生活エリア行ってみる。ここが俺らの家、あ、部屋か。どういう感じのストーリーだったのかな、これ。外来者用の予備、あ、ここが予備。入れません。パーク、あ、パークの部屋。あ、え、今では無理。あ、レイチェル。あー、入手の許可が出ている。お、名前を入力し、あーと、あー、これー。なになに、忘れたん。いや、違う違う。簡単な名前にすればよかったね、じゃあ。あー、そういうことね。そう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 。ユーブ。海外映画で真っ先にやられるのは大概。確かに確かにそうだよね。そうそう、大体カップルだね。確かに言われりゃ。あー、いたいた。え、何。パークは死んでなんかいないわ。怖いこと言うなよ。え、なんだ。足出し人カーク、話したいことがある。0330。あー、あー、コクピットで店内通信に足出し人カーク。さっきはありがとう、とっても嬉しかったぜ。地球へ戻ったら二人だけでどこかへ旅行しようぜ。あー、いやー、あいやー、じゃあコクピット行くか。あいやー、レイチェル。まあこうなったら辛いよね。まあ死亡フラグは立ってたんだ。じゃあ立ってたんだね。ね、レイチェルとカークの。うん、え、なんかこうそういうことがさあったらさ、普段の生活の中でもさ、じゃあ死亡フラグ立ったりするの？あ、立ったりするんじゃないの。人間いつ死ぬかわからないよ。あ、じゃあ僕があなたにありがとうって言ったら死亡フラグだな。いやー、やめてやー。ありがとう、愛してるよって言ったらもう死亡フラグ。死亡フラグが立つ。なんだそれ。
メンヘラ爆誕店内に異常はないみたいだな。ん？なんてことだ。やめてくれよ次々と。え、何？アンテナが吹き飛んでいる。え、じゃあ受信も送信もできないってこと？そういうことやないの？じゃあもうここ完全な箱の中じゃん。だね。うん。恋人で心が湧き立ったのに、うん、恋人がバッドエンドで迎えそうで心がしんどい。わかる、しんどい。そういう時はしんどい。そうだね、そういう時はちょっとしんどいかもね。スーさんがスレッガーさんみたいに生きと。え、スレッガーさんってあのガンダムに出てくる、ね、はい、あのパイロットの方です。なるほど。俺帰ったら結婚するんだ。あ、尻尾。死亡フラグじゃん。フラグが立つね。うん。こんなことなら自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもん。いや、それは言い過ぎだわ。それは言い過ぎだわ。どうすればいいんだ。店長、どうしちゃったんだろう。いつも僕らのこと心配してくれてたし、かばってもくれた。店長いつも言ってたよ。この会社のやり方は人間らしくない。会社？ああ、なるほど。株式会社なんだ。なるほどね。あ、じゃあコーヒー入れて、コーヒー入れる？ああ、私が先に行っちゃったら、うん、スー君はウッディみたいに後を追うのかしらって。いや。どうなんだろう。でもさ、女性が先に死んじゃうとさ、うん、旦那さんってちょっと脆くなっちゃうよね。うん、あ、脆い脆い。絶対もう脆くなると思う。ね、生きる気力がわからないよ、ね。奥さんが先に行っちゃうともう旦那さん早いよね。早いね。早いよね。あのね、これ、一種、ある種研究があったらしくて、うん、あの、なんかね、女性は、ね、年齢を増してっても、うん、家庭内に役割があるらしいんだよね。うんうんうん、あ、で、それはなんでかっていうとね、生物学的にちゃんと意味があるらしい、女性は。うんうん、長生きする意味が。はい、あの、娘の、まあ、子供の子供の面倒を見るとかっていう役割があるらしいけど、うん、男は、生殖機能が低下すると同時に生物学的に無意味になるらしくて、うんうん、そうだね、そうだから年取ったらね、あのもうすぐダメになる人が多いらしい、うんうんうん、あ、そう、野村監督ご夫婦みたいな感じ。そう、早かったもんね。そう、もう僕も多分ポコッと行くかもしれない、すぐ。いや、もうなんかちょっと抜け殻みたいやったやんか、うん、そうそう、野村さん。いや、もう張り合いなくなるからね、やっぱ大変なんです、科学が。これは本当かね。それは気の毒に。え、まずはこの事態を収めることだ。彼を弔ってやろう。準備してくれたまえ。私も今行く。冷静な船長さんだな。部下が死んだってのに、ああ振る舞えるとは。え、何？喧嘩すんのか。手伝っちゃうぞ。僕はエアロックを準備してくるよ。じゃあ僕はカークさんの部屋へ。遺体と一緒に入れるものがないか見てきます。ああなるほど。ああそうか、お願いするよ。じゃあスー君も毎日愛を囁いていこうね。ああそうですね。そうだな。それはそれで疑うよね。疑われるかな。これどっち行く？パークの部屋行くか。パークの部屋、うん、男は女の簡易版。そうそう、それスー君も言ってた。そう、言ってる。あ、間違えた。いや、中で調べたんだよね。僕が、まあ、好きで聞いてる、ラジオ。あー、武田さんか。そうそう、武田さんのラジオで言ってた。本来なら遺伝子的に女性が優勢なんだけど、男性は進化の過程だったっけ、
進化の過程で女性になりきれずして生まれたっていう。うんうんうん。それが男性らしい。ね、うん。で、男性の染色体がね、今ね、ちょっとずつ減ってってるらしいから、うん、男性はね、遠くない未来、あ、遠い未来か、うん、何万年もかけて存在がなくなっていくらしい。うん、らしいね。そう、ね、絶滅危惧種になっていくらしいよ、男は。あー、なるほどね。なんだろう、この本。ワープ工法は実現するか。ああ、カークさんらしいや。そういえば口癖だったな。カークさんが物事をせかすとき、何やってんだ、そんなのワープでやっちまえ。どういうことだよ。ああ、そう、逆にね、疑われちゃうのよ。そう、疑われちゃう。なんか、普段全然言わないからね、スー君。そう。なんだろう。よく言って、ワープ?ワープかな?ワープ、ワープって、ワープで入れてみるか。振るときは足の下。メモリーカードを手に入れた。キャプテンスクエアの進行状況をセーブできる。あのゲームマジやったじゃん。じゃあ一旦セーブする。あー、え、これでいいのかな。うん、え、これ隠しアイテムみたいなこと。うん、アダムよりイブの方が強いってことですな。そう、強い。いや、女性が強い方がいいよ。そうだね。うん、女性が強い方がいい。あの、やっぱね、何でもうまくいくと思う。うんうんうん、本当に。あー、メスオス自由動体。自由動体の人間はいてもおかしくない。うんうん。神話みたいな人間がまた生まれるかもね。ああ、かもね。両性グユみたいな。グユだっけ?グユだっけ?両性なんとか。みたいな。こんなことになってしまうなんて。確かに僕は、パークをよくは思っていなかった。でも死んでほしいなんて思ったことは。なるほど。え、これどうするんだろう。あと一人誰なの。レイチェル。レイチェルどこ行ったん。レイチェル部屋にいるんじゃないの。あ、さっきいたか、部屋に。うん、部屋行ってみる。レイチェルの寝てたっけ。寝てたね。ふて寝してたね。ね、エリーさんも頑張る。エリーさんも頑張る。ほどほどに頑張ろう。ほどほどにね。ほどほどがいいね。ほどほどがいいですよ、何でも。ああ、デビルマンのラスボスってそうなの。自由動体なんだ。へえ。あれ、こっちじゃない。でもね、なんだろう、こう、やまあ、男とか女とかさ、うん、別にして抜きにして、うん、あ、開かない。あ、スバルさん、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。男とか女とか抜きにしてさ、得意な人がやればいいと思うんだけどね。できる人が。何を?例えば家事とか何でもそうだけど。うんうん。そうだね。そうそう、何でもそうだと思う。男女でくくっちゃう方がなんか不便な気がする。うん、そうだね。よくは何もしなさすぎだけどね。できないからね。いやいやいや、急須にさ、もう茶っ葉を入れてるさ、うん、状態にまでしてあげてるのにさ、うん、あとお湯注ぐだけでいいんだよ。あー、来た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 。あー、来た、愚痴来た。あー、愚痴が来た。それすらもしないから。あー、愚痴が、不満が来た。左へ受け流す。女性が全員アマゾネスにならん限り、うん、そこは生まれるだろうねって。守るとか筋肉の意味合いで。アマゾネスって神様ですか。違いますね。筋肉隆々の女戦士のことですね。アマゾネス。あ、そうなんだ。アマゾンにいる女の人みたいな意味合いかな、アマゾネスって。へえ、うん。お湯が歯向かうんです。どうなんだ。お湯が歯向かう。お湯が歯向かってくるんです。いやー、もうお湯ってね、じゃじゃ馬なの。やばい。だからね、
乗りこなすにはコツがいるの。地球からの情報通信で今度のモーターショーの日程が報じられた。戻ったらデトロイトへ直行だ。だがその後のバカンスのスケジュールも考えたいと。何しろレイチェルと2人きりだ。よく計画を練らなければ、うん、と全ては筋肉が解決する。お茶も筋肉が解決するって。そうです。しないよ。筋肉は全ての悩みを解決します。お湯ぐらいみんな沸かせるやろ。みんなお湯沸かせるやろ。いやいや、お湯って言うけど、あのケトルのスイッチ入れるのも筋肉ですからね。あれ筋力ないとできませんから。あんな押すだけの操作、はいはい、そんな筋肉もないの、あなたの。いや、筋力あるかないかじゃなくて使い方ですね。使い方。SF 編ですね。そうですね。SF 編。この不気味な雰囲気というか、独特な感じがあるシナリオ。確かにそんな感じだね。そう。独特だ。独特は独特だよね。これどこ行くんだろう。お湯はシャギアだったのかって。どういうこと？シャギア。シャギアって何？シャギアって何？シャギアって何？もうさ、いろんな人がさ、聞いたことないようなことばっかり言うからさ、調べることが多いんだよね。シャギア筋肉、あ、SF 編も、あ、ごめん、俺 F って言えないのかもしれない。ガンダムじゃないかよ、シャギア。何でもガンダムで出してくるんだもん。あ、待って、これコクピットに行くのかな、もしかして。あー、なるほどね。うん、私の愛馬はごぼうですって。あ、それなんだ。あ、じゃあそうだわ、そうだわ。言うらしいよ、シャギア。あ、じゃあそうだわ。SF 編も筋肉で解決できるかもしれませんよ。嘘だ。ピーって言うんですもの。ピーって。夜間ピーって言うんですもの。はいよ。怖くないやろ。いいって言うんですもの、だってびっくりするじゃない。本当ね、私が飲み物を用意しないと。この人水飲んでるんだよね。はい、水飲んでます。蛇口ひねる筋肉あるんですよ。おかしいよね。あ、いちごアンテナ動作チェック、オールレッド。あ、2号光アンテナ動作オールレッド、現在あらゆる周波数ができない。なんだこっちゃ。店内の管理システムチェック。あ、異常なし。あれ、俺どうするのこれ。どこ行くんだろう。何したらいいんだろう。何したらいいんだろうこれ。何するのこれ。何したらいいと思う。わからん。聞く。聞いてみる。これ何したらいいですか。次、あの、ご存知の方、ご存知の方、これ何したらいいの。グバンさん知ってそうじゃない。グバンさん、あ、グバンさん、グバンさん知ってそう。これ何したらいいんですかね。これ何したらいいの、ここ。え、レベル3の方、レベル1も何にもない。え、メガテンの主人公がスズランさんで、うんうん、スーさんが悪魔だったのかもしれない。マジで俺悪魔だったの。ドラテン、あ、ドラテンじゃない、メガテン。メガテン。うん、あ、セーブしましょうと、うん、ごめん聞いてなかった。あ、マジか。今パークの前頭じゃない、弔いをしようってことで、キュウイがエアロックのところにいて、五丁とパトゥがパークの部屋で、なんか、なんだろう、何かを入れるものを探してる状況で、そこから先進まなくて、どうしたらいいんだろうって。うん、ピーって言われると、
はい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 、今行くからってエリーは言ってしまうって。わかるよ、わかる。あなたも言う。私も何に対しても言う。言ってるよね。お風呂がさ、うん、沸きましたってあの音声が鳴るんだけど、うん、あはいはいわかりましたって言うもんね。言う言う。言う。うん。どうやしつけると冷えってなるから、あくまでも神や精霊系もワンチャンある。まあまあうちはね確かに私の方が強いっちゃ強いから。そうだね。ちょっとこれここあみんなの部屋。みんなの部屋。行ってないな。行ってみるか。入れるところがあるのか。これでは入れない。カトゥー、あ、カトゥー、カトゥー、カトゥーの部屋。うん。あ、あー、なるほど。基本的構造をテスト。結果はまずまずといったところ。プロタイプ2でデータを集める。歩行のシステムが固まった。リモコンによるテストはおおむね成功。プロトタイプ3、制作開始。地球からの情報通信で読んだ最新の回路が欲しい。とりあえず、もう手持ちのパーツで頑張る。うん。ようやく03が完成した。店内の見回りの後、すべてをテストする。さっき船長が覗きに来た。地球に着くまであと1週間。明日他の5人がスリープから目を覚ます。あーはいはい。あーそれまでにはなんとか動かしたい。あーそれで最初にもそういうことなるのか。なるほどなるほど。あ悪魔はどやしつけると冷えってなって交渉してくれるって、うん、マジでマジ。それがスー君みたいなよね。うわってなるの、ね、なるじゃん。どうぞ。冷蔵庫開けすぎてもピーピー言われるね。はいはいっていうね。はいはいっていうっていうね。あなた言う。何の真似だっけそれ。私がペコラペコラ。あペコラペコラペコラ。そうそうそう。あこれ入れない。リフレッシュルームだってここ。あれ入れない。あれ。ん？なんだ。入れないよ。みんなの部屋行けないな。ん？何したらいいの？ん？何したらいいんだろうこれ。見てみる？うん。見てみるか。じゃあちょっとはい。なんか何かしてて、ちょっと調べてみるね。どうしたらいいんだろう。閉じ込められた？うん、なんかね進まないかな。SF 編の進行シナリオ進行か。どこに行ったらいいんだろうね。あ、カトゥーに話してみたって。そう、カトゥーにはね話してみた。けど進まないね。ね、うん、あれ？あー、わかったわかった。オッケーオッケー。これさ、医務室に行く？端末室？端末室？医務室にちょっと行ってみていい？ここだっけ？医務室？違うか。端末室か。端末室か医務室か。だから医務室に、あ、ほら、死体がない。来た来た、死体がない。なんでないの？死体がない。動いた自分で。狭くて
誰か移動した？誰か移動した？勝手に動いた。ってことはレイチェル。レイチェル？今だって動きが見えてないのレイチェルだからね。だね。でこれでカトゥーのとこに行ってみる。うんうん。死体がないって言いに行こうか。死体がねえんだ死体がって。ねえ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 死体がないよ死体が。なんだって？あー来た。遺体が？来た。あーよかった進んだ。進んだね。これでまた医務室行くのかな。医務室っていう手もあったか。あー来た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 進んだ。どういうことです？私に聞かれても困る。それよりレイチェルとか言った彼女を呼ばなくていいのかね。いたレイチェルが運んだ。あ、もうあ、これ、あ、これあれか。あ、もう、はメンヘラやん本当にそうなっちゃってんじゃん。あ、精神がちょっとあの、きたされちゃった。壊れちゃったね。あら、あ、あ、え、なにこれ今どすんどすん言った。おお。おいってことかな。な、何してるんだレイチェル。何してるんだレイチェル。この人は誰にも渡せないわ。ゆい、あなたの考えを受けてるのよ。早く殺せば私があなたの元に帰ると思ったのね。何この言い方。え、ちょっと思ってたけどみたいな感じだよね何しろレイチェル。ん、何何み、エイドメさん。エイドメさんか。こんばんは。こんばんは。あ、エイドメさん。エイドメさん。あ、エイドメさん。あ、ナナコさんの。ナナコさんのとこの。もし違ったら、もし違ったらごめんなさい。でも私 見覚えがある。そう、僕の知らの知ってるエイドメさんだったら、ナナコさんのエイドメさん。うん、そう、SF 編をやっております。今日見に来てくださってありがとうございます。ありがとうございます。あっかおあっかお。あ、やっぱりそうか。いつも、いや、こちらこそお世話になっております。本当にいつもお世話になっておりますよ。本当楽しませていただいておりますんでね。で、これからも、あの、エイドメさんも、ともともよろしくお願いいたします。だから、職場恋愛はやめろって、あれほど。あれほど。あの、あれにしようよ。張り紙書いて置いとこうよ。ちゃんと、リフレッシュルームに、社内恋愛禁止って。あるね。うん、そういうのある。そこから逃げろレイチェル。ヒューイがお前を狙っている。俺は今エアロックの前にいる。早く体を取り戻さない。ではえ、おすぐに来てくれ。このゲーム好きなので昨日のアーカイブを見させて。あ、そうなんですか。ありがとうございま す。残念ながらエイドメさん、このゲーム7シナリオで終わりになります。知ってるんじゃない知ってるんじゃない。いやいや、なぜかというとこのゲーム、あ、セーブができないんです。そうかそうか。そう、電源切っちゃったらセーブが飛んじゃうので、あれか、できないのか。そう、8章目と最終章ができないんですよ、うん、だから一番いいところで終わります。いや残念だね。残念で、昨日のアーカイブ特にさ BGM がさかぶってるから、うん、ちょっと聞きづらいところあったのかもしれないって思って、はい、電池変えなっていや違うの、電池変えて。そうなの、電池をもう新品に変えたんだよ。もう一回言うけどさ、うん、あとファミコンのカセットに電池があったなんて初めて知ったんだよ。
そうだね、あなたはね。私本当に衝撃だったの、今日スー君がさ、解体じゃないけどさ、なんかそうそう、開けて開けて中の電池交換して何やってんのって言って、そう、何してんの、壊してんのって、どうすんのって、また壊れちゃったらって、うもうねびっくりしてましたこの人で。ちゃんと基板の掃除もして、綺麗に掃除して電池も交換してでやってんだけど、セーブ、あの本体の電源消したらセーブが飛んじゃう、からね、あ、自分も大人になって知ったって。あ、知った、やっぱそういうもん、ね、そう、そういうもん。ロムの電池、そう、ロムの電池、ロムのバックアップ電池変えたんですけどダメで。いや、ほんでさ、そんな電池も売ってるんだね、うん、普通 の、 あのカメラとかなんとか、 あのボタン電池だから CR2032 っていう型の電池だから、馴染みのあるやつで言うとたまごっちとか。あー、たまごっちあったね。ただ多分たまごっち確か C2032 だったと思う。あんな電池だったっけ。そうそう、豆電池、ボタン電池、うん、あとね、カメラ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 かな、なんかな、あのポケットステーションとかポケステって呼ばれる前のやつとか、あと何に使われてるかな、うん、うん、そうなの、へー、ドラクエ3、3、毎回消えた子供の頃、一生クリアできるかと諦めたんで。そう、そこまでしてもね、ダメだったんですよ。だからもう一本ちゃん、あの壊れてないやつを買うか、うんうんうん、クリアするまで終われません耐久配信か、だ、ね、どっちか。そうだね、話して、話さない、話してって言われたら、このさ、俺このドット絵のさ、このお尻フリフリ好きなんだよね、うん、かわいいね、うん、バカな真似はよせ、話して、落ち着けて、レイチェルさん気を沈め、毒よ、毒、あれなんかあるんじゃない、あっ、それはちょっと、あれなんだろう。でもさ、あ、ちょっと話、ゲームの話に戻るんだけど、うん、エアロックの前にいるってなんで、死んだ後にメッセージ残したってこと、どういうこと、なんで死んだ後にメッセージ残すの、うん、あ、あ、え、落としたの、あ、なんか落としてるよね、あ、鳴き声、さっきの鳴き声、え、聞こえた、なんか鳴き声、待って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 、変、さっき、あ、ベヒーモフモフベヒーモフモフ、え、ああ、いない、あ、やばいわ、ああ、やばいんじゃないこれ、いない、あっ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 、待って待って待って、あっ、あっ、あっ、戦う、え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 、これ何、当たったらダメなんだ、当たったらダメ系か、ダメな、あんな軽く終わんの、あんな軽く、せめて戦闘になって終わってほしかったんだけど、せめて触れたらもうおしまいな、うわ、事件を犯すのは人とは限らない、最高記録が僧侶一人が棺桶3つ引きずってロマリアだったえ、ね、な、なに、なに、僧侶やばやばいね、うん、やばいね、小型ゲームがそれだから名残、ああ、まあ、あ、そうかそうか、ゲームボーイ系のロムも電池切れたらダメだった、うんうん、ダメ、そう、ゲームボーイの電池も交換できるからね、ちなみに、ああ、そうだっけ、うんうん、交換できるよ、いや、事件を起こすのは人とは限らな い、 そう、らない、あ、江戸さん変わろう当たらんといて、当たらんといて、当たっちゃった、いや、いきなりあんなとこにいると思わなかったもん、いやいや、危ない、もう
いや、ギリギリいけるかなと思ったけど、いけなかった。いけなかったね。あ、間違えた。そう、ゲームボーイも、なんか乾電池。うん。私が持ってたゲームボーイカラーも、乾電池だった気がする。炭酸電池2本とかじゃない？うん、炭酸2本だよ。カラー、ゲームボーイカラーは。2本だったよね。初期っていうか初代？うん。最初期のゲームボーイは、炭酸が4本。待つんや。パターンを見るんや。あ、OK です。動くあれ、パターンがあるんですか？あるのかな？いや、でもね、あれ、追いかけてきてる感じがするから。そうな？うん。ちなみにさ、音って、BGM 大丈夫だよね。ハウってないよね。ハウってなかったらいいんだけど。この BGM のハウ、ハウリ？うん。さあ、私言われなかったら分かんなかったんだけど。あ、そうなんだ。うん。この配信ソフトの設定上そうなっちゃうんだよね。くるくる、危な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 。あ、いけた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 。危な危な。ダッシュしなくてもいいんだ。なあ。カラーアドバンス炭酸が2本、初代が炭酸を4本。うわ、そんいる？そう、いる。で、しかもさ、初代の時の乾電池ってアルカリじゃないんだよね。マンガンとかだったんだよね、まだ確か。マンガン違ったかな。って今ないっけ？ある。ありはするよ、ね。ある。あるけど。餅があれかな。そうそう、餅が違う。なんだと？えひもすぐ。あ、しまった。やばいやばいやばい。やめて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 。開けたらダメだ。あ、いか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 。いか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 。カトゥーカトゥー。俺はまだ大丈夫。機械だから。カトゥーはダメだって、カトゥーは。やばいじゃん。お、危ない。危な。息できないよ。おいおい、レイチェル何やっとる？え？え？息できないよ。息できないよ。息できないよって言った。あ、グレープティーさん、こんばんは。こんばんは。はじめましてかな。はじめまして。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、SF 編。壊れてはいないね。いや、それどころじゃないよ。君が吸い込まれてたら大変だったよ。カテン！カテン！落ち着いてよく聞くんだ。あんたがさっき医務室で見たのはなんだ？あのベッドに横たわっていたやつだよ。いいか、冷静になるんだ。Hey girl、冷静になるんだ。悲しいかもしれんが、あの男はもうこの世にはいないんだ。あとは大丈夫だな。私は向こうを見てくる。ありがとうございます。うん。私も宇宙で死にたくはないからな。あれっぽい。合ってる？あれっぽい。あの生きてるってなんだろう。あ、テリーとドリーだっけ？そうそうそう。あ、違ったっけ？お兄ちゃんでしょ？そうそうそう。私だ、私だ、私だ。コンテナは本当に空だ。しかしもう倉庫にはいないようだな。どこに行ったか知らんが、とにかく危険だ。そこのエレベーターで合流して上に上がろう。3回私だを言ったけどさ、うん、3回目がしっくりきたの。そうそう、私だ私だ私だ。ゴールデンイクフに言った。やばい、面白いよ。面白 い, 面白い。あ、よかった。信じられなかったの。だってあんまり突然なんだもの。これ実はさ、 SF 編ってさ、うん、結構みんなのトラウマになるぐらい怖い。え、これ、うん、やつなんだけど、俺らがするとなんか違うね。これそうなの。そうそう、結構ホラー。そうなの、うん、あ、捕まえるか。ごめんなさい、私信じられない。だってあんまり突然は突然やったね、うん、これはちょっとミニゲームどころじゃないな。じゃあコーヒー入れてあげようか。
はい、間違えた。コーヒー、あ、ありがとう。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、の状況じゃね、裏じゃないよ、大胸筋修正サポーターだよって。それはブラじゃないんだ。それはブラじゃない。強制サポーター、サポーターね。疲れたな、とても。ごめんな、キュー。お前にはもっと楽しいことたくさん学んでほしかった。まだこれからだよ、カトゥー。カトゥー、まだまだこれからだよ、人生これからだって。なんか怒られるかな、大丈夫かな。うん、私はいい。いらないんだ。おお、コーヒーあげる。ありがとう。パドゥン。パドゥン。パドゥン。あ、なんか来た。店長じゃない。ね、店長姿見せないんだけど。ねえ。調子はどうだ。今ベヒーモスが船内をうろついているんだ。何？それは本当かね。これは気の毒。え？え、だけ？あ、ちょっと待って、これ、あ、わ、あ、ちょっと待って、これ。あ、来た。やば。あ。これ、船長。うん。やってんな。やってんな。あ、やっぱやってんな。やってんな、これ、船長。これ以上カークを傷つけられるのは嫌よ。待って待って待って、一人でやめて。そんな単独行動はやめてって。単独行動、あ、まあいいや。かあ、ヒューイが言ったわ。固まってた方がいいって。何、こっからちょっと怖くなる。分かんない、ちょっと待って。ちょちょちょ、あ、じゃあ、これ追いかけるのか。あ、そ、あ、ダメだよ。ダメなの、ダメなの。え、なになに、どうしたらいいの。どうしたらいいの。パドゥーン。パドゥーン。パドゥーン。これ、うん、コーヒー。え、これコーヒー渡せばいいの。あ、渡してみる。やっぱり、放っておけないよ。あ、そうか、俺、教えられたの、コーヒーを継ぐぐらいしか教えられてないから。コーヒーを継ごうとしてんだけど、2杯目飲むの気まずかったのかな。うん、あ、これさん、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。お、ヒューイさん？え、レイチェルは？何何何何？ベヒーモスにやられた？倒れてるね。うん、倒れてる。レイチェルさんは生きています。無茶ですよ、こんなこと。いいんだ。僕はただ、今でもレイチェルが、レイチェル、レイチェル、あー、死んだ、ヒュー、ヒューイ。やっぱ好きなの。どうしてヒューイこうなっちゃったの。彼女は生きてる、なんとかしないと。レイちゃんは生きてるね。レイちゃんは生きてるね。カプセルに寝かせましょう。あれなら大丈夫です。イミスに運ぶんじゃなくて、カプセルに、うん、コールドスリープで、コールドスリープ、メインコンピューターに頼んで船長室のパスワードを調べてきてほしい。今船内が危険な状況なのは分かってる。でもお前にしか頼めない。あー、オッケー。端末室ね。どこだっけ、端末室。3階だっけ。もう分からない。3階だね。うわあ、一人、また一人、減っていく仲間。本当だね。船内には、ベヒーモス。最悪じゃん。か。端末室。ね、ほっとしてる場合じゃなかったね。確かに。やべえわ。こんな状況だったら俺泣くわ。
あれ違った、あれどこだ、あこっちか、こっちか、こっちだよね確か、ここだよね、メインコンピューター、あ端末室だっけ、あここじゃない、端末室、ここ、あ最初に登録をしますとかなんとかって言ったところかね、ここだよね、ね多分そこめっちゃ覚えてねえじゃんでこれはちょっと名前いいな、全然覚えてねえじゃん、だってさ今までさ、うん、やったの、いや、あ、危ない、何何何だった、いた、ベヒーモス、あいた、危ない、それはで現代編もマップ移動なかったし、西部劇編もワンマップぐらいだったからね、ああ、うん、いる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 、怖ー、これ怖ー、怖いね、あ、ちょ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 待って、一回一回セーブするね、一回セーブするね、ちょっと待ってこれどうする、あベヒーモスじゃないのこれ、大胸筋矯正サポーターこれがおきゃー、危ない、あぶだ、怖っ、店長室のパスワード少々お待ちください。判明しました。無造作な文字の組み合わせのようです。パスワードは、お、あ、噛んでいいこれ。OAKFDA。AKFDA。DE。DE。OAKFDE。うん。何？なんて読むの？オアフケデ、あ、違う、これそのままじゃないの、そのまま入れるんじゃなくて、そのまま入れるっぽいね、待って聞いたから今度あれじゃないの、コールドスリープの部屋に行くのかな、あ、やばい、あ、やばい、あ、ここ医務室か、あ、あ、閉まってる、閉まってる、え、そうそうそう、あっ、危なぁ、二人を寝かせてるね、これだな、グズグズしてられん、行くぞ、よし、船長室に行きますか、え、でもまさか船長が犯人だと考えてるんですか、僕にはそうとは思えない、マジで？だ、誰がやったと？私か？お前か？そうだね。ちょっと行ってみるか。店長でも怪しいよね。怪しい。よし、やってみよう。よっしゃ、音の鳴る方へ行こう。ダメダメ。ベヒーモスじゃん、それ。あ、あっち音鳴ってる。あっちにいるぞ。鬼ごっこじゃん。鍵ごと壊しちまえ。わかってますよ。それぐらい考えてます。え、俺パスワードは何か意味あったの？はい、パワージャッキを手に入れた、バッテリーには限りがありそうだ、え、何に使うんだろう、注意書きが出るってことは何かあるのかな、あ、死んでんじゃない、店長、やはりな、これで生きてるのは私とあんただけってわけだ、さっさと入っちまえよ、カトゥーカトゥー、いつまでとぼけてんだ、あんたがみんな殺したやったんだろう、何言ってるんです、なぜ僕が、私はよそ者だ、少なくとも私に動機はない、あんたらがどんな理由でいがみ合ってたのかは知らんがね、違う、僕じゃない、あなたに僕らの何がわかると言うんです、このゲームは何？
疑心暗鬼ってこと、わからないところもあった、でもみんな憎しみ合っていたわけじゃないし、第一決して人を殺すような悪い人たちなんかじゃない、何もわかんねえって何もわかんねえわかんないよね、みんなただ悩みながら考えながらも自分の思ったように生きようとして、ただそれだけじゃないか、わかる何を言いたいか、いや結局さカトゥーが何を言いたいかっていうとさ、うん、まあいろいろある悩みもあるし、うん、迷ったりもするし、うん、するんだけど、うん、その中でヒューイとかレイチェルカークの三角関係みたいなものもあるんだけど、うん、そこで喧嘩もしたりするんだけど、決してそれで憎しみ合って生きているような感じではないよってことでしょうか、うん、その心に訴えかける系のキレです ねこれ、うん、そして誰もいなくなったってなりそう、あエイリアンから影響を受けている SF 作編なんだ、あこれはでもエイリアン確かに影響を受けている感じはする、泣いている、え自分で言ってんの、泣いている、あ違う、え思ってってこと、思ってるんじゃない、心を持ってるってことになる、なっちゃうね、なっちゃうね、そうなるとね、向こうへ行け、呼吸しているようには見えない、青色も他の人とは違う、あ血の気が引いてるってことか、え録音メッセージリプレイ、さすがカトゥー、俺たちには言えないことを言う、どこに痺れる、憧れる憧れるカトゥー、カトゥーが好きなんだじゃんこちらコギトエルゴスム我を思う、あれ店長だって、本船はただいま順調にコースを進行中、予定通りに地球に、なんだえ何誰か、あ、開かない。え？あ、斉藤さん、こんばんは。あ、こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。ん？え？え？開かない？どういうこと？これは？え、誰かに船長やられた？え？え、何どういうことだ？エイリアン？いや、なんだ、ベヒームスがそんな高等なことをするとは思えんのやけど。なんだ、許せねえって。ちゃうちゃう、そこじゃない。まだ言ってる。そこちゃうて。扉がね、うん、開かないね。そういうこと。ああ、そういうことでしょうね。なくなりました、つない、あーい入ってみるか、キューブ、キューブ、あったあった、ヒューイの部屋に入ってみる、密室状態でガスでも送り込まれた、うん、なんかそんな感じの音だったよね、気は船内に未だあり、未だあり、誰だ、うん、キャプテンスクエアの曲が逆に怖い、確かにトゥートゥルルルトゥルルルでしょ、うん、BGM そうそう、ゲーム、船内ゲーム、個人ファイルダイアリー、前回地球で受けた試験の通知が間もなく送られてくる、合格していれば僕も晴れて船長だ、みんなにはまだ内緒にしている、地球に着いたら話そう、そうなれば少し寂しいがこの船ともお別れだ、船を離れる前にもう一度レイチェルとゆっくり話がしたい、宇宙間通信、差出人宇宙
船舶管理局、資格試験結果のお知らせ、背景貴殿は誠に残念ながら、今回の船長資格試験は不合格となりましたので、ここにご報告します。次回の試験を予定日、試験予定日は6月5、6ヶ月後の予定です。宇宙船舶管理局。あ、落ちちゃったか、ヒューイ。ゲームの曲はヒントかもしれん。なんの？おー、マジで辛いね。これは辛いわ。え、これどうやって進むか。え、どこ行く？どこ行く？あれ、はい、動き回ってていいよ。セーブしてこの音なんだ、この音何、こんな音鳴ってた、ピーってこの耳鳴りみたいな、ね、そうそう、なんか鳴ってた、このこんな音。レイチェルの部屋入ってみるよ。台がある、この端末見てみる。あー、そこはあれか、ま、変わんないのか。え、どこだろうね、どこ行くんだろう、どこだろう。あー、そういうことか、ここか、ここだ。五丁の部屋行ってない。うん、あ、松さん。あ、松さん、こんばんは。配信頑張り楽しく見てます。ありがとうございます。もうちょっとゲーム下手なんですけどね。アイコンがかわいい。あ、ほんとだ。黒猫？うん。黒猫か。これね、五丁の部屋？うん。ですね。五丁の部屋に行ってないから、五丁の部屋に行こうと思って。部屋には自由に入れます。ここ、これ大事。個人ファイ来た、音が変わった。軍事通達、作戦。ナンバー。XX なんとか。読んでみて。大宇宙で発見された生命体に関する注意。うん。輸送中も絶えず観察を続けること、うん、もしも人体に関する何らかの影響が見られた場合、おう、詳しく記録すること、うん、また生命体はいかなる手段をもってしても地球へ輸送すること、うん、最悪の場合ある程度の人命の損失もやむを得ないものとする。あ、以上、作戦司令部。これあいつが怪しいってことになるね。じゃあなるね。五丁、君にも動機が見つかったよ。五丁、なんだって、軍事通達。え、俺もしかして書き乱してる？そうだね、そうだね。だってもうこの船には2人しかいないんでしょ。そう。揉め事増やしてる俺。わざわざ。おかしいと思ったんだ。なぜわざわざ民間の船を使うのかって。最初からそのつもりだったんだ。私の部屋に入ったのか。やはりロボットは信用できん。あの化け物のデータが欲しいから。僕らを実験台にして、ああ、言い逃れできんね。それは万が一のことであって、うん、言い訳はよしたまえよ、五丁。練習中、機械の呼吸。
まあ、鬼滅見たことないんだけど、ないんだ、うん、ないんだけどね、鬼滅見たことないから、あの、すべてイメージ。イメージ。イメージ。全集中機械の呼吸すごい、あの、怒られるから、ファンに。怒られる。あ、怒られる。怒られる。逃げるぞ、キュー。逃げよう、逃げよう。CM でもそんな言ってないもんね。言ってないもんね。こんな言い方してないもんね。今大丈夫だったん？おい、ちょっと待って。やばい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 。今ギリ触ってたよね。触ってた。パワージャッキ、パワージャッキ、やばい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 。どこだ？来るよ。こっち来る来る。こっち来る。あれ？あ、ちょちょちょ、あ、ぶぶぶぶぶ。ちょ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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ここ行って、セーブ。あ、セーブ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 。やべやべ。ナイスナイスセーブ。ナイスセーブ。声からもう一回しとこう。ナイスセーブ。あ、ちなみにこれセーブしても、消えますんで。セーブしたところで、ちゃんと消えますんで。え、これちょっと待って、二人を探せってこと？この状況で？この状況、怖いね。え、この状況で怖いでしょ。怖い。これね、小学生時代にこれをやった当時のプレイヤーたちは、うん、これトラウマシーンとして残ってるから、ね、これこれ、あ、初っ端な SF 編ではなかった。ね、初っ端は現代編だね。で、その次に西部編をやって、で、今回 SF 編をやっております。ただ、セーブができないので、飛びます。すべて最初からです。マロンさん、こんばんは。こんばんは。今日もありがとうございます。ありがとうございます。思い出は、毎度リセット、マロンです。こんばんは。かっこいい。かっこいい。かっこいい。思い出をリセットするの？思い出をリセットしたらダメなんじゃないの？ちゃんと心に残しておかないと。ちょっと今さらっと行きそうになったけど、あれ、思い出リセットしていいのかと思って。あ、そう。だから、ネタバレ、する、まあ、さっきしたんですけど、7シナリオクリアした後の第8章、8シナリオ目と最終章の9シナリオ目は、申し訳ございませんが、この僕が持っているソフトではできません。できかねます。あ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、なに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 、え、あ、待って、ええ、濡れたから、濡れたからショートしたってこと？あー、そういうこと。壊れちゃった。どう、あ、あ、待って、マジこっから。あ、でももう大体わかった、どこに行くか。8勝目をするにはさ、うん、耐久でするか、耐久でするか、本体の電源をクリアするまで切らないか、もしくは、このスーパーファミコンのデータをパソコンに移植できるようにするかのどっちかです。嫌な思い出はリセットするんやで。そうね、それはそうだわ。そうね。それはそうだわ。確かにそれはそう。あー、悲しいって、その2つ、この作品の目玉でもあるのに。そう、目玉だからね。そう、そこをね、やるために、この7つのシナリオがあると言っても過言ではないぐらい。あー、そうなんや。うん。過言ではないぐらいのシナリオ。だから、それありきなんだけど、残念だから。残念だよ。あー、マジかよ。マジかよ。いや、ここで合ってたのか。そう、だからね、ライブアライブが伝えようとしてることはそこにあるから。じゃあしなきゃじゃん、それは。そう、8勝目と9勝目がこのライブアライブが最も伝えたいことなんだよね。うんうんうん。だからやりたいんだけど、そうなってくると本当に耐久。危ない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 危
配給配信になりかねないからね。あなたが、いや本体電源切らなくていいよっていうのであれば、え、もうクリアするまでずっとつけっぱ。おお、本体の電源恐ろしい、ね、恐ろしいでしょ。恐ろしいね。でちょっと猫が触ったりとかするともうバグるから。あ、恐ろしいね。あの難易度が跳ね上がりますね。それはちょっと神経使うね。使う。あれ、ここいないね。どこにいるんだろう。どこにいるのこれ。あ、同じのがいたやん。いた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 。あれどこやった。1階、あ違う、3階、3階かな。この船は私が掌握している。ああちょっと待って、お、もしかしてキューブ似たようなのいたよね。いた、いたいたいた。ここに、ここに行く、行けんのか。いや、行ける行ける行けた行けた、うん行けた行けた、それは行けた。行ってみる、行ってみようか。うん、ね、確かこっちから行った方が近いと思う。これいつ出てくるか分かんないからさ、それが怖いね。そう、それ怖いんだよね。確か3階のこっちのエレベーターの3階のどこだ。あさ、この奥じゃなかったかな、こっち、ここ、ほら、え、これ電源入ってないんだって。あ、これ関係ないっぽいよ。なんだ。あ、じゃあちょっと進んでみて、どう行くんだろうね。出るの、何も触んなくていい。あ、適当にしてていいよ。ね、待ってね。ああ、分かった。オッケーオッケー。うん。こういう時の、こういう時にどこに行くかってことだよね、結局。超重要。超重要だってよ。超重要なの？ロボット。ロボット？あ、あ、あーや、あー行けなくなった。ちょっとパワーチャッチ使って。あれ超重要なの？あ、まあまあ。あのさ、ほらさっき船長の部屋のパスワード聞いたじゃん。うん、あのコンピューターに加藤たちがどこにいるか聞こうよ。あ、ごめん間違えた。カトゥー、カトゥー、カトゥーたちがどこにいるか聞こうよ。うん、あ、わ、なんかちょっと、あ、なんか見えてきた気がする。見えてきた、見えてきた気がする。このこの SF 編、なんかいた？あれ？あ、なんか、なんかいた、なんかいた、いたいたいた、なんかいる。あ、なんかいる。え、なになに？あ、いるいる。あ、あ、動いてるよ。動いてる。あ、怖っ。あ、あれ、あの、さっきのじゃないの？違くて？さっきのロボットじゃないの？いた？これは、どういうことだ？おい、おい、違う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 。違う違う、それ俺、それ俺、え、あ、それ俺なんだ。レイチェルのカプセルを止めたのもこいつに違いない。いやいや、俺俺俺俺俺、それ俺、それ俺。キューブならこんなことしません。するはずがないんです。だって俺だから、それ俺俺、カトゥーこ、お前誰だ、お前、おい、おおいおいおい、どっち、あなたどっち？俺どっち？俺どっち？本当のキューブなら
僕が最初になんて名前をつけようとしたか覚えてるはずだ。あ、わかるわかる。なんでしょう。ロコモコみたいな、コロコロよかったね、よくロコモコからそこに行けたねロコモコからよくコロに行ったね。コロコロすげえわ、逆に尊敬するよロコモコパチッ。あ、そうだ、お前だ。覚えてないと積むやつだね。積むやつ、ほんと最初の方だもんね、うん、あ、ほんと、あ、こいつだ。無駄な抵抗はやめろ、お前たちの命も私の意思次第だ。あー、マジ？一体何者か。いや、操られてるわけじゃないよ。 OD10。 これもねじってんじゃん。ポギトエルゴス、さっきアイアイさんが言ったやつ。そうそう、コギトエルゴスム、ゴス、この船の名前。 OD、 あれボスじゃないの。そう、 OD。 お、気づいたね。気づくよ、気づいたね、やるね。さすがもうライブアライブマニアのレベル1ですよ。 OD10 っていうのがなんだっけ、ボスの名前です。そうね、そう、キューブ R2D2 みたい。そう、確かにね、 R2D2 みたいだね。ダーンダーン、タタタタン。そこから行くの？そこからじゃないと今出てこないその映画名が今出てこなかった。あ、出てこないの。あ、そこから行くんだ。スターウォーズだ。あ、そうそう、そこから行くんだと思って、うん、そこじゃないとね、スターウォーズには行けないこれなんて読むか分かんない。 OD-10。違う違う、これをローマ字読みしてみて。これを、うん、ローマ字っていうか OD でしょ、うん、この10をローマ字にすると IO なんだよね、うん、だから ODO になる。セーブ編のボスの名前は ODO、うん、でしょ。現代編のボスは ODO。 で、このSFN は ODO。 あ、このボスの名前にもね、秘密がちゃんとあるんですよ、うん、この ODO の気配に気づくとは、やるな、ジョースターの血筋を。あ、こんにちは、ディオだったディオだった。ハトゥー、 OD10ってなんだ、出るか。この船のメインコンピューター。嫌な名前つけるね、メインコンピューターに。誰かがそいつをいじったってことか。これは無理だ、本社へ戻らないとプログラムは変えられない。ならなんだ、コンピュータ自体がおかしくなったとでも。わかりません。でも、その可能性も。だとしたら、我々は、今までコンピュータのいいように荒れてきたってことか。とにかくメインコンピュータのところへ行くぞ。一緒に来るんだ。お前まで操られてたら、また面倒なことになるからな。OK。すべては渡辺につながる。全ては渡辺につながる。え、音？わかんないまあでもこの渡辺式だからね、渡辺通信システムだっけ、渡辺式ってあー、なるほどね、扉が使えないからか。部長、部長がなんか最後の一人だわ。ロックされてる。下手にぶち破って中を壊しても船全体が動かなくなる。ああ、俺がやるの。タトゥーのところへ行って聞いてこい。え、私はここにいる。さすがにあいつもベヒーモスをここまで寄せつけまえ。なるほどね。あー、じゃあタトゥーのとこ、え、
マジで？タトゥーのとこに行かないといけないの？え、おい、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ、おい。おいおい、ちょっと待てよ。どうやって行くんだよ。あ、いない。ここのやつ。渡辺はちょっとマニアなのでって。ああ。じゃあライブはライブマニアがちょっと上にならないとわからないネタだね。あ、そうなんだ。うん、渡辺。ロレントって誰？え、これどうやって行くの？え、これどうやって行くの？ねえ。あ、ここからパワージャック。お、いけたいけた。ロレント。あー、ロレント。ファイナルファイト。あ、ストリートファイター。あ、ロレント。はいはいはい、こいつね。あれ、俺なんで見たことあるんだっけ、ロレントって。ストリートファイターじゃなくて、ストリートファイターじゃなくて、なんか別のゲームで見た気がする。いたいた。キューブか。怪我はないか。 OD10 の弱点。 OD10 はこの船そのものだ。あいつを壊せば僕らは地球に帰れなくなってしまう。八方塞がりじゃん。ね。そうだ、お前はロボットだったな。お前ならあいつのプログラムに入り込めるはずだ。そうだ、きっと、あそこからなら。え、待って、え、死んだ。嘘嘘。え、嘘嘘嘘。あ、あ、やってる。びっくりした。びっくりしたわ。あそこってどこ？あ、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 っちゃったどこでセーブした？どこでセーブした？え、俺どこでセーブした？あー、どこだっけこれ。ここか。あー、あー、頑張れ頑張れ頑張れ。巻き戻します。いや、ちょっと高速巻き戻しするわ。初見殺しすぎる。うわ、もうビビるよ。あれはびっくりするね。で、これで見たでしょ。これで見たでしょ。見て、プラグイン。どういうこと？何の話？何の話？ヒントじゃないの？違うの？凶悪している。で、これ見て、またこれ見て、んで、その後にメインコンピューター室に行くでしょ。あ、メインコンピューター室に行く前に、コールドスリープか。コールドスリープの部屋。こまめにで、セーブ。セーブ。こまめにセーブ。え、ちょっと待ってね。いや、怖いんだよ、このフィールド、マップの切り替えがさ。怖いね。突然出てくるからね。突然来るからさ。んで、ここまで来て、こっちに行くと、出てきたりしない？あれ？あれ？あれ、何か、何かがおかしいのかな、これ。なんか飛ばしてる？わかんない。現在、船内はとっても危険。私は探していますが、今のところ船内もニタでも見つけられません。お、あれ、さっきなんでイベント起きたんだろう。あれ、これどうやって。あ、はい、グレープティーさん、ありがとうございます。見に来てくださってありがとうございますね。お疲れ様でございます。あれ、なんでさっきこれでできたよね。
野球部のとこ行った、偽の偽の球部のとこ行った。あれなんでだ、何かフラグを回収してない、さっき偶然何かフラグ回収してたのか、なんだろう、なんだろう、何をし忘れてるのかな俺。ここここを見て、あの後ここ見て、ここ来て、ダメだ。んで、こっち行ったでしょ？これ見たでしょ？うん。見たでしょ？で、ここで超重要って言われたでしょ？言われた。言われたでしょ？で、出て、出て、進んで、で、こう進んで、で、下に降りたよね。降りて ?2 階に行って、あ、2階に降りて、ここから2階に降りたよね。ここから2階に降りて、で、コールドスリープ側の、の方に行って、たら、ここら辺でさ、もう出てこなかった？なんか出てきてたよね。だよね。もういたんだよね、ここにすでに。いないね。いない。あった。詰まったね。あれ見ながらよ。ちょっと見るか。はい。コンピューターを調べる。違うな。違う？うん、ちょっと。え？何のフラグを回収してないんだろう俺。オッケー。部屋、いや、ちょっと待って、違う、ね、うパワージャッキで開けてレベル3行け、レベル3に行って、待ってね、ごめんね、あー当たっちゃったいたね、でもいたね、オッケー、わかった、なんか。ここ、レベル3に行って、うん、レベル3で、で、ここの罠を発動。はい、罠を発動。発動。で、発動かな？で、1階で、1階でそういえばさ、俺、ベヒーモスで会ってたよね。はい、ここ来て、ここで会ってたよね俺、ベヒーモスに。そういえば、あー、いたいたいた、ね、いたよね。で、ここ来てセーブするか、ハムにして、で、ここ来て、そっから、レベル2に戻る。これでレベル2に戻る。で、キューブに似たロボットが通り過ぎるので追いかけてカトゥーの部屋に向かう。オッケー。ああ、前できた。で、2階、あ、でもいないね。あ、いた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 、来た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 、フラグ回収できてた。で、これでカトゥーの部屋に行って、
あ、松さんがフォローしてくれた。ありがとうございます。あ、ツイッターを、ツイッターをありがとうございます。あの、よかったらね、こんな感じでレトロゲームやりながらやったり、MMO の RPG やったり、あ、ここ会話飛ばしますね、うん、やったり、まあ雑談配信したりとかいろいろやってますんでね、もしよろしければ、あの、チャンネル登録等をしていただけたらすごく嬉しいなと思います。でね、スズランさんのツイッターとかはね、よくイラスト系のね、あの、イラストしか上げてない、ね、上げてないからね、うん、イラスト好きだったり見るの好きだったりする人はぜひね、フォローしてもらったら。あ、エイドメさんがフォローさせてくださいって。ぜひぜひぜひ、こちらこそよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに僕もスズランさんも、あの、フリー素材なんでねもうフリー素材なんで、あの、好きに使っていただいて。にゃにゃにゃご、かわいい、かわいい。あなた黒猫好きだもんね。私ね、黒猫大好きなんだよ ね、まあ、僕も好きではあるんだけどね。そうだね、うん、ちなみにこの僕、動いてる僕、うん、この子の僕ね、うん、これと隣で、あの、話、口パクパクしてるスズランさん、スズニャンになるの、スズランになる、スズランでいいよ。あ、そうね絵はね、これスズランさんが描いた絵ですからね、それを動かしてます。いけいけ、いや、戻った、戻ってきたね。気をつけて、気をつけてね。いや、まだ大丈夫だよ。え、まだだっけ。まだ大丈夫。こっからカットゥーに話聞けに行けって言われるから、そこで一回セーブする。はい、うん。あ、ドラゴンさん、こんばんは。今日もありがとうございます。懐かしい感じのやつにね、今手こずってますよ。あ、挨拶してなかった。あ、本当に、ありがとうございます。でも気配は感じてたよ。感じてた、いるなっているなって感じてたよよし、じゃあこれで行くか。タトゥーに聞きに行って。あ、気をつけて、気をつけて。うん、そう、即ゲームオーバーだからね。スリルはある、確かに。スリルしかない。ちょっと叫んじゃいそうだもん。あ、うん、そうそうそう、声がね。結構長いこと見てたって、ありがとうございます。ありがとう。もう嬉しいわ。あの、あ、ここだ。どこだったっけ。富士さん。あ、これさ、やっぱさ、気をつけて。あれ、ここじゃなかった。これってさ、このキューブの見た目ってカトゥーに寄せてんのかな、メガネかけてる。ああ、似てるね、うん、だってほら、似てる、似てる。ロボットなのにメガネかける必要ないからさ、うん、デザインなのかな。斉藤さん、すみません、私は気配消してました。いや、感じてるよだ、あ、待って、やばい、危ないよ。ちょっとセーブ。あ、ちょっと待って、その前にどこに行くかだよ。そうだよ、出る前に。あそこならって言ってるから。いや、これじゃないの、あそこじゃないの。どこ。あ、これこれ、プラグインって何あの、プラグインが示すところを教えてくださいじゃあプラグイン示、プラグインがだったとしよう。プラグインが示すところを教えてください、私に。あ、なんか充電するところとかないの。充電するところ充電するとまあ、僕は知ってるからね。知ってんなら言ってよ。それはね、いけるかな。あぶだ、あー、よかったね。寸前でさ、セーブしてたから。いけるかな、あそこまで。いけるか。あ、もう遅いね。むず、やってみる。いや、やってみて、ちょっと待って。これいかに難しいか、やってみて。上に行けばいいんだ。この、こう、エリア移動してくれたら大丈夫だよ。もう速だからね。
お、いった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 、いけたね。法則があるんだって、うぜえわでも多分決まった動きしてるんでしょ。いや、してない。してないんだ。そう、してない。してランダムです。ランダムというか自分に出てきてる。サッカー、このゲーム。そう、嘘やん。だってさ、なんで出たん。だってさ、この船は掌握されてるんだよ。なんで出た。怖いじゃん、出た。説明しようと。この船は完全に OD10 から掌握されてます、うん、コントロールされてます、うん、にもかかわらずこのゲーム機だけずっと鳴ってるんですよと。わあ、すごい。モニターも何も使えない状態なのにここだけ動いてる。おお、これや。これなんです、おそらくこれなんです。あ、すごい。しかもこれ戦闘音だからね。え、これ戦闘音の。これ戦闘音。あとイヤホンしてるのに耳を澄ますのはちょっとおかしい気がするんですけどあの、皆さん聞いてください、スズランさんイヤホンしたまんまテレビの方に向かって耳を澄ませてますよこれ聞こえないよ、もうちょっと大きくしてよ。え、もうちょっと大きくするの。あ、それは多分今だけだよ。あ、そうなの。え、これがちっちゃくいいんじゃないの。私のだけちっちゃくない。いや、これ全体的、あ、全体的にそうなってるかな。あ、いや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 、あ、いいの。うんうん、いや、いきますよ、インサートします。これもそうだ。あ、可愛いのがいた今。いた。プロみたいな。これじゃないの？俺もしかして間違ってたかな。怖いね。うん、怖いんだよ。ただ遊んでるだけだったら怖いね。そう、遊んでこれでただ遊ぶだけだったら怖いね。多分これじゃ、うん、これでいいと思うんだけどな。違うのかな。あ、これ確か、あ、待って、これメモリーカードをさインサートしたらまずかったのかな。あ、待って、これやめるができるわ。逃げ、逃げにすると、これでも始まる。マーキュリー、あれ、ここじゃないの。ちょっと一回やめてみようか。え、ここじゃないの。あれ、違うの。違うの、ここじゃないの。俺ここだと思ったんだけど。ただ遊ぶだけというのもいいですねあ、そうか、分かった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 。そうかそうか、まず五丁のとこに行かないとダメなんじゃない。まだフラグ回収できてない。多分五丁のとこに行って弱点を聞きに、あ、教えに行くんだ。多分そうだそうだ、五丁、五丁、五丁か、五丁のとこだわ。浴びてゲリーそれ昨日それ昨日俺が習得し忘れたやつそうだね。この船は全て、そうです、絶対嘘だわ絶対知らんやん、絶対知らんや。カトゥーはお前なら内部に入り込める、そう言ったんだな。じゃあそいつを探そう、他に手はないんだからな。まったく、この私がロボットに手助けを頼むとはな。これ持ってろ、通信ユニット。うわー、なになになに、え、勝手にどっか行ってるけど。追いかける、追いかける。いや、これでこの状態、ああ、通信ユニット、とりあえず端末室に来ているが、やはりここじゃ無理のようだ。で、これでさっきのリフレッシュルーム行くんじゃない。もういいんだ。あれ、これどこ、これどこ、2階、2階、これでリフレッシュルームじゃない。え、もうじゃあフラグ
回収した？したんじゃない？これで。ほらほらほら。おお。これじゃないの？やってみますか。うん。これでセーブして。あ、ほら来た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 。わあすごい。来た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 。まさかそんなところか。いや待てよ。そうか。そいつだけは機械だが。メインコンピューターから CPU が独立してるってほら CPU? うん、分かんなくていいよ、分かんなくていい、今回線をつないでやる。通信ユニットで5丁から話聞きながら探していた。あーそうかそうかそうか、普通だったらそういうことか、うん、でも僕はもうここだって思っちゃったから、うん、人間はな、舐めるなよ、人間はな、人殺しの道具を作っているばかりじゃないんだぞ、うん、そうだぞ、これ自分たちのことかな、ゲームを、あー、ごちょー、殺人や、あー、 何者かが通信ユニットを通じて語りかけ、本線内において全ての行動は調和の惚れたものであらねばならない。私は線内の調和を維持するため機能しており、よって私の意志は絶対である。誰もこれを妨害してはならない。妨害する者は直ち消去する、消去する。おー、ただいま、あ、マンダムさんおかえり、広角機動隊見ながら、いいねー、バトゥーさん、バトゥーさん、電脳ハック、電脳ハック、あ、キルユー、あなたを殺す、あー、来たー、マザーコンパ、バトーさんが、ほら、飼ってるワンちゃんが、かわいいよね、あれ、名前なんだっけなー、バトーさんの飼ってる犬、あれ、大好き、あ、あ、バセットハウンド、バセットハウンドか、バセットハウンド、お耳がね、そうそういいよね、あれいいんだよね、電脳ハックだよね、電脳ハックだよ、周りの人やられすぎて取り残される主人公がかわいそうに、かわいそうになってくる、実際問題これだとさ、病んでくよ、ダメよ、ラスボスですか、ラスボスです、これ音大丈夫かな、今 BGM ね、はい、なんかこれで防御力低下、うん、違うよすずちゃん、バトゥーさんだよバトゥー、顔かっこいいですねって、このボス、あ、ボス、なんかさ、あのなんだっけ、ドラクエのさ、ドレアム系の感じするよね、うん、これで防御力低下させてシステムリカバリー、あれ回復するの、ずっと回復してない、してる、デスタムーン、あ、デスタムーンは、そうそう、なんかそんな感じに見える、これ、いやいや回復量すごくない、えぐい、あ、じゃあこれ周りやっつけんだ、まず、あ、これ周りやっつけていくのか、周りなの、なんかわかんない、システムリカバリーとかって書いてあったね、アップグレード、一時的に性能向上、アインズ様、アインズあ、これさ、じゃあ、え、これ何何何、あ、この反撃をなんとかしたいところですね、そうそう、この反撃をどうにか、これ回復だから一生終わらんわ、これでさ、違うな、これどうやったらいいの、あ、敵を弾き飛ばす、ダークドレアム、ダークドレアムさんも確か初登場時こんな感じだった気が、あー、はい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 、キューブが使える技の頭文字アルファベットを並べると、並べると、並べると、何、
H。 H？ え、ちょっと待って、どっちから順番に行くの？ H、A、A、M、A、M、A、N、I、N、I、S、E、G、うん、おー、何？ハマニス。あーって言ったら何だったの？分からん。ハマニス。ハマニス。あ、分かった。違うわ。まず相手の HP 情報解析しようか。448。あれ？あ、まヒューマニズム。ヒューマニズム。人間性。おー。はー。これはだから SF 編のサブタイトル鬼神、うん、要は機械の心同士の戦いってことでしょ。え、それもさ、その隠し要素って。そういうことだろうね。ハマニセ。ハマニセじゃないけどさ。ハマニセなんでしょう多分。へえ。はあ。あ、本当だ。H って書いてある。ここ H ほら、技名のところ。H U U U か。U だ。U。そうだ。U スラッシュ性能向上って書いてあるもんね。で、M、本当だ、ヒューマニズム、何だ、 N、I、S、M、 あー本当だ、ハマニセ。裏返ると恐ろしい顔が。あー、あー、なるほど。あー、おー、いいじゃん。あー、なるほど。いいわ、これはなんか面白いよね。面白い。そういうのすっごく好きなんだ。ネタ的なやつでしょ。そうそう。いや、その作り込みっていうのかな、うん、制作者さんが遊び心出してたりするじゃん、うん、そういうのがすごく面白くて好きだし、そういうゲームが好きだったりする。うん、うん、だからね、このね、ライブはライブをね、全部やりたいんだよね、最後まで。そうだね、本当なら。まあでもそれはいつかの、いつかのお楽しみで。うわ、でもこれさ、一回したらさ、うん、その8章まで、うん、そろそろいけないの、そういうもんじゃないの。あ、いや、だって今さ、攻略見ながらまずいだところはあるだろ。攻略見ながらやっててももう3時間経とうとしたから。そう、そうなんだ、うん、だからやっぱセーブは大事だよ、うん、1体ずつ1体ずつ。まあ、いけたいけたいけた。いきなりあれだよね、なんか変なことしだしたりしないよね。怖いね、怖いね。いきなりなんか第二形態になりますとか怖いよ。あ、やりそうな顔やもん、うん、顔顔でやりそうな顔だもん。第二形態ありそうな顔してる、顔してるもん。セーブは必須です。そう、セーブ必須なんだよ。けどセーブできないんだよ。だからまあ、鈴蘭さんの許可が出たら何らかの方法で、あの全クリっていうのかな、最終章まで。そう、あれでしょ、電源落とさないんでしょ。それはそれはもうその耐久で してください。なんかさ、もうだって1日置いたりとかさ、もうそれ不安やんか。いや、でも耐久もきついって。これで3時間だよ、 SF 編だけで。休憩しながら、だから、あ、休憩しながら。あ、ちょっと待って、肉まんさん、それちょっと怖いよ、この言い方。まだ顔しか出てないっすね。それ怖いよ。怖いね。そういえば地震大丈夫でしたか？こっちの方はね、大丈夫ですね、うん、全然揺れてないかな。最近地震多いよね。多い、すごく多い、うん、ちっちゃいのが多いのかな。まあでもちっちゃいのは多いか、うん、
と電源落とすとセーブが残らないんですよ。そうか、だから前回のがもう消えちゃってる、消えちゃってるんだよね。これはショックだった、ショックだった。あ、待って、なんかやってる。あ、攻撃してきた。そうだからね、セーブが残らないから、だからね、この一生ずつしかできない。一配信で、やるとするなら、その、全部をやってしまわないと、うん、ね、一シナリオ全部やってしまわないと、その途中からできないんだよね。だね。あー、やばい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 。あ、そうなると、全クリするとなると、バーチャルコンソール版で買い直してくるしかないんですかね。そう、買い直すか、このパソコンに、PC に、このデータをコピーするか。これはできるの？簡単に。わかんない。やったことないから。初めてやるから、それはわかんない。できるかどうかは。容量はでも小さいでしょ。スーパーファミコンだからね。うん。容量はちっちゃいと思う。あー、いけるか？あれ？あ、いけるいける。あ、来たー！終わったー！おー、おめでとう。あー、そう、1週間とか1ヶ月ずっと本体つけっぱはやっぱきついからね。うん。松さんは結構な、ライブはライブマニアだね、おそらく。そうだよね、だって、うん、こういうの普通気づく、ね、ヒューマニズム、ヒューマニズム。 ありがとう、リクマさん、バッタースバルタン、ポポリポポポ。病院を守るという使命を与えられた。あ、あ、エイドメ様、ありがとうございます。 ありがとうございます。しかし、私に使命を与えた人間は互いに衝突し、完全に調和をなくし、船の運航を妨げる。あー、そういうことか。うんうん、あ、斉藤さんもありがとう。キューって。私には人間が理解できない。人間は信じられない。メインコンピューターが正常になった。今まで記録されていた会話の一部が放出されている。忘れんなよ、うん、レイチェル、お前に愛想を尽かしたってことを。あ、これあの時の会話、うん、この船は最悪だ。うん、あ、ドラゴンさんもありがとう。ありがとうございます。昨日の現代編も消えてます。消えました。セーブ編も消えてます。消えました。自分で宇宙を泳いで行った方が安全ってもん。あなたの考えは分かってるのよ。カークを殺せば私があなたの元に帰ると思ったの。あ、あなたがみんな、あなたがやったんだ。みんなあなたがやったんだ。人間も捨てたもんじゃないよって言いたいけど、こんな状況じゃね。あ、戻った。あ、じゃあ結局加藤だ、カトゥーだけ、うん、生き残ったの。加藤かな。ようこそポギトエルゴスムゴへ。その映像は船体の管理状況の変更に伴い自動的に放映されています。この宇宙輸送船は思考型コンピューターを使用した管理システムOD10 によって運行しておりましたが、トラブル発生のため、飛行回路を切り離して運行しております。
店内における皆さんの活動には問題ありませんが、もし不明な点がありましたら、周りの乗員に遠慮なくお聞きください。あ、五丁、生きてる。五丁。あ、やるじゃん。地上勤務だな。無理が来てる、ね、無理が来てんだ。めっちゃ重症じゃんじゃん、ね、私を疑うか。まあ好きにするがいいさ。今となっては大して変わらん。おお、触るなって言ってたのからさ、ね、少しだよね。メイン君にも同情はするけど、こんな疑心暗鬼になるまで悪化させたの君やんってね。そうね。あー、そうね。でも結局そのメイン君が疑心暗鬼っていうか、命令がさ、うん、君は船の調和を保つんだよって言ってる作り主が調和を保たないっていうところのジレンマってことだよね、多分。いや、あんた言ったけど、あんたが守ってないじゃん。じゃああなたはもうこの船の調和を乱す原因だから排除しますってことでしょ、うん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 、このマザーコンピューターが人間の憎しみや悪意を学習した結果、人間はダメだって結論に立ってしまった。あ、それもあるかもしれないな。そうね、うん、自動学習をね、え、あー、自動学習か。五丁生きててよかったよ。よかったよ、ほんと。人間の暗黒面を見せたせいで闇落ち、バージョン4のラス、バージョン4のラスボスね。あー、なるほど。なるほどね。ラスボスね。人間愚か。平和ね、そうだよね。でかい戦争があってな、私もまだ若かった。今でもはっきり思い出す。あの恐怖は忘れられない。戦闘ロボット。ロボットというより、そいつの頭、つまりコンピュータだ。あ、これさん、気をつけて。あ、気をつけて。ありがとうございます。ありがとうございますね。一度通った人間でないものの手で、仲間がたくさん死んだよ。人間が作ったものに人間が殺される。バカな生き物だよ、人間ってやつは。この船のメインコンピュータは、こんな人間に愛想が尽きたんだろうな。だが幸いお前はこの輸送船で生まれた。軍艦の中じゃなくてな。キュウイはお前に学べと言った。これがこれからのお前がすべきことだ。誰かを傷つけるような真似はしちゃいけない。概念しない。最初はキャラクターの恋の香りにザッとロボットに考えろか。私も焼きが回ったな。ロボットに説教か。なんてことだ。何、あ、今気づいたよ。人間も同じことじゃないか。どうか、人もロボットも変わらないと。自ら学び考えろと。この船を降りる前にお前の入れたコーヒーが飲みたいな。わあ、そう言ってくれる船五丁。いいね。これ以上持てません。持ってた。コーヒーも持ってた。コーヒー持ってたっぽいよ。そうそう、我思うゆえに我ありだから、とか考えて行動しなさいと。私はこう、まあいいか。鬼神ってテーマや。そう、船の自我も含めての鬼神ってことだったんだろうね。今はこ、わあ、いやー、いいね、いいこと言うじゃん。
何今喜んだみたいな。喜んだんじゃない。まあ終わった。結局さ、このマザーコンピューター、うん、メインシステム、うん、メインコンピューターのこの子と そいつと、うん、このキューブの違いってなんだろうね、うん、同じものを見せられて。そうだよね、うん、そうだよね。どこで分かれたんだろうね。本当だね。キューブもそうなっておかしくなかったわけじゃん。しくはないよね。だってあんだけ人の闇の部分を見て、うん、でもキューブとメインコンピューターには何か違いがあったんだろうね。それはさ、うん、打った人に関係はない。あ、なんていうのかな、制作者ってこと、うん、まあ言ったら心を込めて作ったと。あ、ちょっと気持ち的な、気持ち的なそういうのが、うん、で同じ、両方にも同じ自動学習機能があって、そうそう、同じように学ん、同じように学んだかどうかわかんないけど、状況は一緒だったからさ、うんうん、最初は宇宙冒険探的なものだと思ってたんですよ。俺がこんな、こんな、それでも人間を信じることを選んだ。見限ることを選んだか、そう、そこの違い、なぜそう思っ、そこの違いが出たんだろうね。うん、まあ、まあ作っちゃ作った人、作った人、うん、作られた経緯、経緯。でもこのメインコンピューターも、あなたは調和を保つ人ですよっていう、そう、人を思いやりなさい。っていうようなことでしょ。要は、要はそうだね、うん、次は現代編あ、現代編はねあ、いやいやいやあ、作ったカトゥーの、カトゥーの両親があるキューブと作った人間に乱される船の違いなんだろうか、うん、ね、なんだろうね、この違い、うん、やっぱね、両親はうん、両親はあると思う。作り手のさ、作り手の、うん、登録船舶ポギトエルゴスム、民間輸送船、地球に向けて航行中に消息を絶った、地球付近を漂流中に回収される、あ、回収される、メインコンピューターの暴走、搭載貨物の一種、生命体、双方の面から原因を調査中、ホル船長、あ、船長ホルって名前なんだ。パーク航海士、ヒューイ船長補佐、レイチェル通信士、以上4名は死亡、船内にて遺体を確認。タトゥー、トギトルエルゴスムメカニック、現在治療センターにて療養中。ダース5丁、宇宙軍所属。産後、軍を退役。現在は医療福祉を目的としたロボット開発メーカーに勤務。所属。船内回収中に小型の作業ロボットを発見。あ、俺のことだ。そうだね。航行中に新規登録されたものと判明、ね、名前キューブ、あー、いいね、あー、なるほど、今のはいいじゃん、いい、いいじゃん、よかった、うん、よかった、使命を、あー、うん、うん、人間に個性があるようにロボットも個性があったってことかな。それぞれ何かのきっかけがあったんだろうね。ちょっとしたきっかけの差だったのかもしれない。使命を与えられたか与えられてないかの違い。カトゥー君と地球に、あ、地球に戻ってワイワイするのはないか、ね、ないか、後日談的な。
後日談欲しいね。ね、これセーブしますが、消えます。これ、クリアしたってなってますが消えます。ねえ。でもロボットとかさ、そういうものにさ、うん、その感情見えちゃうとさ、やばい。もうダメなんだよ。ダメ、やばい。泣くんだよ。やばい。もうワンピースのさ。リーゴが燃やされた時もギャン泣きしたもん。ギャン泣きだったね。ギャン泣きしてたもん。確かにギャン泣きだったね。ああ面白かったね。悲しいセーブ。つらいよ。途中セーブは意味があるんだけど、このクリアしましたセーブは意味がないんだよね。いや本当つらいね。じゃあちょっと画面戻しますか。はい。はい戻します。いやー面白かった今日も。面白かった。いやなんかさっきも話してんだけど、何かのきっかけなんだろうね。本当にちょっとした何かのきっかけで悪になるか、悪というかなんだろう、こうね違いが出るっていうさ、うんうん、まあでも面白かったな本当。大変鬼神か、鬼神のタイトルにももっとなんか深い意味があったりするのかな、僕のパッと見の解釈とかじゃなくてさ、じゃなくて、うん、なぜセーブ消える仕様にしたのだろう。いや仕様じゃないよ、仕様じゃない、それ仕様じゃないんだ、不具合なんだ。セーブの意義がほとんどなし。あの途中セーブのさ、あの本当に何だろう、アクションゲームとかでいうさ、うん、あのセーブポイントじゃないけど、なんていうんだろう、そんな感じでしか使えないからね。ホラーだったり感動だったり感情忙しゅうございました。本当にこれ人気シナリオなんだよね。結構、いや結構ボリュームあったよ。あったね、うん、戦闘がほとんどなかったじゃん。そうだね、うん、なかったけど、その分ボリュームが、ストーリーボリュームがあってさ、面白かったよね。これ人気のシナリオの一つですね。だいたいさ、ライブアライブのシナリオってどれも人気だけど、うん、どれも人気だけど、幕末編除いて僕 SF 編が好きかな。好き、うん、結構。キューブくんが誰かをかばって破壊エンドとかだったら心が死んでた。死んでた。死んでた。あった。こうカトゥーをかばってとか。うん、カトゥーをね、不具合というか、やっぱね経年劣化、うんうん、経年劣化によるって感じですね。はい、あ映画見てるようでした。あよかった、よかったよかった。いやまあ名作と言われるのは確かにわかる、わかるね。こういうのがねちょいちょいやっぱシナリオであるんだよね。うん、じゃあ次何やろうか。次あれやんか、空風編。あ、空風編。次ね、空風編か近未来編かどっちがいいってスズランさんに聞いたら、空風編がいいって言ったから、次配信するとき空風編をやろうかなと思います。ただ空風編が3時間ぐらいで終わるかどうかが微妙なんだよね。そんな、うん、これもボリューム、ボリュームあると思う空風編。あ一個ね、幕末編と原始編がどうなるかなって感じ。あ長いから、長い、結構最悪 2,3 日つけっぱにしとかないとやばいかもしれない。はい、やばい、最悪ね。それだともうあれじゃん。もうその第8章だっけ、うん、までもう行けばってなるじゃん。ならないよ、ならない。もうとりあえず毎日してさ。あー毎日、毎日毎日か。まあやれるだけやってみるか。そうだね。そう、そこの問題があるからね。それかこのスーパーファミコンのカセットをもう改造して、うんうん、いや改造怖いな、そういうと改造するかしかないんだよね。電池、今電池式にしてるのを外して、はい、うん、コンセント式にするかね。そんな、
このあ、そうそう、このカセットに穴ほがすじゃん。後ろの方に穴ほがして赤白の線通すじゃん。いや、もうちょっとで、ハンダで電池ついてる端子にハンダで赤白をつけてコンセントプシュって刺すと、あの常にファミコンのカセットに電気が流れる状態になるから、そういうことなの。そうそう、コンセントじゃなくてもいいんだけど。聖剣とか半熟とか、そうそう、とか半熟とかね、やばいかもしれないんだ。その経年劣化によるセーブできないだから、うん、他のやつはもしかしたら電池変えてそのままセーブできるっていうのはあるかもしれない。たまたま僕が買ったライブアライブのこのカセットが経年劣化で、うん、あのセーブができないってだけで。あらわざですね。あらわざですよ。あらわざ大好きですよ。これ今までの実況 中最高難易度。そうな、最高難易度。もう別の意味で本当最高難易度だよね。最高難易度。ほら、ベスペリアの時とかはさ、時間かけてやったりとかしてたじゃん。してたね。最後の方とか、うん、じゃないもんねこれ。そういうことじゃないもん、ね。データが消えるって。最高難易度すぎるでしょ。そうよ、本当だよ。でもそれをね、乗り越えこのトラブルさえもね、楽しまないと、うん、それすらもゲームだからね。そうで、ちなみに聖剣伝説3のカセットがあるんですけど、あるね、それは前回のオーナーさん、前持ってた人のセーブが生きてたから、うん、多分それは大丈夫だと思う。多分、うん、それかリメイク版やるのも当てかもしれないね。そう、どんなラスボスよりも強敵ですよ。本当よ。セーブできないが一番の強敵だよ。いや、セーブ大事だ。セーブできる。今のゲーム感謝しろよみんな。みんなセーブできるって当たり前じゃねえからな。セーブができるは当たり前じゃねえからな。感謝しろよ本当に。後に引けないという強行突破以外の手はあるのだろうか。そうそう、あるのだろうか。いけんのかなこれ。とりあえず今日はつけた。今日は、いや消す。消す。消す。消すの。え、なんで？消すよ。でも明日するんでしょう。明日、あ、じゃあつけっぱ。よく。つけっぱしとく。それか、できるとこまでやって、うん、まあ、全部できない、やれるとこまでやるっていう。はあ、はあ。うん。あ、これからセーブするたび、するとき、ごちそうさまでした言う。あ、セーブできなくてもいけるのは。格ゲーか。格ゲーとか、あとレースゲームとか。格ゲーってあの、ストリートファイターとか。あ、そう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 。いや、やってた。やってたよ。やってたの？やってた。ストリートファイターはやってた。やってたになるの、ちゃんと。やってたよ、弟と。触ってたじゃなくて、じゃあやってた。弟とちゃんと戦ってた。24時間でも時間足りないよ。本当に。そうよね、うん。まあやれるとこまでやってみようかなと思います。うん、うん、うん。っていう感じかな。え、西部編と現代編は目にクマつくって、すずちゃんが徹夜でやろう。なんでや。なんで私が、なんで私がよ。あ、でもね、西部編と現代編は多分ね、あと3時間あればできるから。うん、そうかそうか。そうそう、前回3時間ぐらいだったから。いや、だとしたらさ、いけんじゃないの、うん、だからつけっぱにしとけって。そう、つけっぱにつけっぱにして猫が触らないのを祈りつつ、りセーブ編。セーブ編。セーブ編。確かにセーブ編。うまいね、うまいこと言ったね。で、すると多分1週間ぐらいでいけんのかな。だかな、やってみる。やってみる。やってみるか、一回。手は見ようか。一回つけっぱでやってみるか。私が心配してんのは電気代だよ。そんなでもないでしょ。でも電気代ってそんなでもないと思うんだけどな。多分大丈夫だよね。いや、切ろうよ。電源は切ろう。電源切って多分本体にも良くない。良くない。あ、そうなんだ。電気入れっぱはやっぱ本体にも良くないと思う。スバルさんが言ってたね、うん、あんまり良くないかな。
と思う。やっぱ機械だから電気抵抗ずっとかかってる状態だから、うん、やっぱ切ってあげた方がいい。耐久しかないじゃん。そうそう、耐久するか、言ったようにデータを取り込むかしかない、うん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 、フライパンあれば OK っていや、まあまあ、あれは良かったけど、あれは良かったけどね、あれは良かった、あれはもうね、そうそう武器だよ、武器だよ、フライパン武器だよ、ね、おにゃんこ触ったらアウトだね。 あとねセクシーなポスターも武器、あ武器かにゃんこはね絶対この辺うろうろするから、そう、うろうろするから絶対触るんだよね、触るんだよね、怖いね、はい、いかがだったでしょうか今日のライブアライブ配信。あの前回の配信よりかは少し見やすくなったかなとは思うんですけど、うん、うんうん、ではではこんな感じでね、このチャンネルは、ミスタースプリングとスズランの自由気ままな夫婦が雑談しながらより、なんだろう、雑談しながら何する、何す、ゲームじゃないの、あそうです、スズランとね自由気ままな夫婦がね雑談しながらゲームしたりなんかいろいろやってますわかんないわゲーム好きな人もね、そうでない人も気軽に集まれるチャンネルになればいいなと思っておりますので、ぜひねチャンネル登録とかチャットコメントを気軽にしていただけたら嬉しいです。はい、はい、あら相変わらず緊張感ないすずちゃんでよき山田文字のおかげだよ、おかげだよ、おかげだよ、はい、肉まんさん、ドラゴンさん、マンダムさん、シンソさん、ハクさん、エイドメさん、お疲れ様でした。あ、アイアイさんもお疲れ様でした、ありがとうございます。今日もね本当に、うん、その、うん、今日もね、本当に、3時間近くですね、うん、あ、ななこさん、ななこさん、ありがとうございます、ラジオのように聞いてくださりましてありがとうございます。本当ね、ながらで聞いていただけたら幸いです。斉藤さんもオツです、ありがとうございます。でもね今日も、ね、3時間近くたくさんのコメントと最後までお付き合いいただいてありがとうございました。ではまた次のセーブできないライブアライブ配信でお会いしましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。